さて、やることがいっぱいあるぞ。まずね、Amazon じゃなくて、レッツノート。レッツノート。ライブ電源。どうしよっかな。レッツノートのこれ型番何なんだろう。CFRZ。CFRZ これか。5000アンペア。RZ。外部バッテリー。バッテリーチャージャー。外部バッテリーが欲しいな。今外部バッテリーを探します。のんたんは帰ったよ。今あのペットのワンちゃんに会いに帰ったよ。のんちゃんは、のんちゃんずっと家にいるよ。どうしようかな。外部バッテリーがね、電源が欲しくて。ちょっと待ってね。どれがいいんだろうな。バッテリー。なんかいい方法ねえかな。おお、辰彦さんいらっしゃい。辰彦さん、あのオフ会の日程が決まったんで、あのここで告知させてください。上に書いてあるんだけど、5月の20日土曜日、16時からあのオフ会やるのでよろしくお願いします。後で LINE で詳細送るんでよろしくお願いします。もしあのオフ会参加したい方、まだあの定員割れ、あの定員まだ募集してますんで、ぜひぜひ。ゆうゆうさんと2名で OK ですよね。よろしくお願いします。今日飲んだ場所ですね。キャスバーでやることになったんで、お願いします。大容量のバッテリーどれがいいんだろうな。バッテリーのコンセントタイプ、OK です、了解です、お待ちしてます。秋葉原とかで聞いた方がいいのかな、こういうのって。
ポータブル。重さどれくらいあるんだろう。ダブル電源。なんかいいやつが出てきたんだけど、これどうなんだろうな。静音インバポータブル電源で検索してみようか。ポータブル電源。ポータブル電源っていうジャンルなんか俺が欲しいのは。ポータブル電源。重たそうだな。ポータブル電源。ポータブル電源。今ね、外付けバッテリーじゃなくて、もう持ち歩くコンセントみたいな、もうでっかいバッテリー買っちゃおうと思って。今ね、それを調べてますね。ただめちゃめちゃ重たそうなんだよね。めちゃめちゃ重たそう。何キロぐらいあるんだろう。ただね、5万円するんだよね。5万円ってやばくない？ 5 万円ってどんだけだよ。重さどれくらいあるんだろう。5キロ ?5 キロだって。ただもう買っちゃおうかな。5キロ ?5 キロってどれくらいだ？5キロだって。5万円のバッテリー5キロ。5キロってどれくらい？うわ、重て。ちょっと待って、これが何キロだ？ 5 キロって相当だよね。5キロって相当重たいよね。あー、重て。相当だよね、5キロって。これ何キロ？これが 2.5、2.5 だから、5キロか。ちょっと待って。5キロ。ちょっと、ダンベル、外して。重さ測ってみるわ、5キロ。5キロか。これが 2.5 キロなの。2.5 キロ。バッグの中入れて実感してみるわ。で、2.5、2.5 だから、これで5キロ。あ、これくらいか。これで5キロだ。これで5キロ。この2つで。これをちょっとリュックに入れて背負ってみよう。でもさ、一発この5万円のやつさえ買っちゃえば、
もう無敵になれる。配信もずーっと垂れ流せる。どこ行っても垂れ流せる。無敵ですよ。無敵。買っちゃおうかな。どうしようかな。ちょ、背負5キロ入れてみます。よいしょ。うわ、超重て。あ、重た。5キロは相当重てえわ。あ、でも背負えなくはないな。5キロだったら。5キロだったら背負えるな。どう思うみんな。重っ。かなり重たいけど、5キロは背負えるわ。いける。5キロはいけるよ。ただ超重たくなる。重てぇ。超重てぇ。俺が今買おうとしてる。あ、ワトツ SJ さん。俺が今買おうとしてるのはこれなんだけど、どう思う？ 5 キロ。これ。歩きがしんどいけど、配信できないよりマシじゃない？おー、サツキン、サキツンいらっしゃい。これが5キロ。やばいよね。今これ5万円で買おうか検討してます。これが一番売れてる商品っぽいんだよね。どうなんだろうな。だこれ一発あったらもうマジで問題ないレベル。本当に配信の電源で困ることはなくなる。キャンプとか避難するときとかに使うようなやつなんだって。買っちゃおうかな。どう思う？アイカおはよう。ノートパソコンを約15回フル充電可能だって。充電時間もね、計算しないとね。充電時間は、ちょっと待ってね。充電時間は、5キロは相当だよね。9時間ぐらいで充電ができるって。約9時間って書いてある。約9時間。9時間で充電できるんだったら全然ありがたい、俺としては。正直。投資するか？投資するか？どう思う？買っちまうか。買っちゃおうかな。どうしよう。思い切って買う？みんなどう思う？
いや、もうバッテリーを買うのはもう絶対的、必然的な状態で、モバイル、どうしようかな、みたいな。どうすっかなんだよね。マジ迷うね。迷うぜ。他にはあるよ。あるけど、結局、分散して同じぐらいの重さにはなる。これだと一発なんだよ。5キロで、なんつうの、こんな取って、こうやって持つタイプなんだけど、こんな大きさなんだけど、これを一発で持つか、要は、なんつうの、これの3分の1ぐらいの大きさの3個買うかとか、そういうことになる。だから結局、買うのは変わらないって感じかな。で、これが一番いいやつなんて。だから5キロを背負っていくかどうかっていう問題だよね。これを背負って歩く根性が俺にあるかどうかだけだね、問題は。これ。こういう風になってて、コンセントが挿せるから、もうコンセントを挿しっぱでパソコン配信がもう、マックスでフルでできるっていう。どうかな。どう思う？みんな。どう思うっつうか、まあ俺次第だよな。ル充電は9時間だって。そんなに時間かかんない。しかもソーラーパネルにも対応してるらしいね。おはよう、さつきさん。おはようございます。買っちゃおうかな。5万円だって。どう思う？みんな。みんなどう思う？おはよう。みんなどう思う？リュックはこれで大丈夫だと思うよ。丈夫なやつだから。リュックはこれで大丈夫だと思う。マムちゃん、おはよう。5万か。ほんと配信って金かかるよな。まあ、いるぜ。マジで参るね。ポチるか。ちょっと、メーカーのレビュー見てみるわ。2ヶ月間使った。
すごいね。スマホでポケモン GO をやる場合、1日1回充電で40日間歩き続けられるって。いや、もう、なんつうんだろう。これかじゃなくて、これを買うかどうか5万円っていう発売価格でブルってる感じだね、俺は。5万円にブルってる。ただ単にお金の問題でブルってるだけです、僕は。あ、4.3キロか。約6時間。充電はそんな問題ないね。6時間で充電できるって書いてある。初見さんいらっしゃい、アーチャムさん。もしよかったらフォローしてね。今ね、バッテリー、外配信用のバッテリーを買うかどうかで悩んでて。これがあれば、アーチャムフォローありがとう。これがあれば、もう本当に、もうバッテリーがないっていう言い訳をすることがなくなるね。バッテリーなんですよ。もうだから、超大型バッテリーみたいな。みんな的にはどう思う？もう5万円でこんなの買うのアホだろって思うかもしんないよね。どうよ。どうよ、みんな。みんなだったらまあ買わないよな。もう一種類あるんだ。買ってほしい。自分じゃ買わない。外配信楽しみ。そうか。バッテリー問題重要だよね。前回だってさ、全然ダメだったもんね。やっぱり2つメーカー、大手メーカーがあるんだけど、俺が今表示させてる方がいいんだって。悩んだら勢いで買う。いいね。価格 .com で見てみよう。5万5千円だから、アマゾンで買うのがやっぱ安いんだね。アマゾンで買うのが一番安い。こんなんもある。そんなのもあるんだ。アンペア数。ありがとう。ナイス情報。こういうのありがたい。サンキュー。これ、ガジェットたくさん出てる。電力。容量そんな変わんないね。容量そんな変わんない。コンセントついてるね。ほうほうほう。ほう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 。これいくらなんだろう。これいくらなんだろう。ただ、
どうなんだろう。500ワットバッテリー。値段が知りたいな。値段いくらなんだろう。海外サイトって書いてあるな。レビューを見る限りではね、今俺が見てるやつが安心っぽい感じはするね。レビュー悪くないね。アマゾン安いよね。便利な時代だよね、本当に。アマゾン本当安いと思う。買っちまうか。あー、ゴリナミオさん、ありがとう。リアトツ、ありがとうございます。どうもどうもありがとうございました。買うか。買いますか。もうこれは配信業の投資だよね、みんな。これは投資だよね。どう思う？買いだよね。買ってよろしいでしょうか。買ってよろしいでしょうか、皆さん。5万円。たっけ。5万円買っちゃうか。カートに入れる。いや、買おう。買おう。買いましょう。なんとも言えないけど、買おう。だって、ここでうだうだしてても、バッテリー問題はずっとさ、ずっと、付きまとう問題だもん。絶対付きまとう問題だもん。買おう。買おう買おう。情報の入力が必要。情報の入力。花火ありがとう。花火ありがとうございます。ありがとう。男ワード買います。注文の最終確認。なんだろう、どうすればいいんだこれ。代引き、買います。買いました。買っちゃったよ。やっちゃったよ。買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 っちゃいました。僕は5キロを背負って歩きます。5キロを背負って買います。いやー、買っちゃった。超出費でかいぞ。頑張ろう、配信業。頑張りまーす。これ買いました、皆さん。もう僕は充電を言い訳にすることはできません。充電を言い訳にすることが不可能になりました。もう配信業のために投資しました。これ一発で、いやいや、これ一発あれば、
どれくらいかな、モバイルバッテリーが15回充電できる計算なんだって。あ、じゃあノートパソコンが15回で、スマートフォンとかタブレットが40回なんだって。だから配信で、まあ俺の配信だとどれくらいできる、1時間半ぐらいできるんだよ配信が。ちょっと計算してみようか。1時間 1.5 かける、まあ12回充電したとしても18時間放送が可能です。18時間放送が可能、もうどこにいても電波さえあれば18時間半端ないよ。5万円だぜ。ただまあプロ配信者名乗るんだったらこれくらいはやっぱ必要だよな。やっちゃったよ、買っちゃいました。もうこれで外にいて配信がついてなかった時は、だからもう24時間フルぶっぱで、もう大手への階段登ろう。これで明日届くのかな、いつ届くんだろう、明日届くってやべえな本当に。頑張ろう、頑張っちゃおう、頑張ります。花火ありがとう、花火ありがとう、さつきちゃんありがとう。ただこれでもいいよね、トレーニング配信とかもずっと外でできるし全然いいでしょ。ただ重たいけどね、重たいけどね、とにかく配信業頑張ります。皆さん頑張ります。フォローありがとう。レイさんフォローありがとう。ありがとう。いやー、すごいな。我ながら引くわ。ていうか、俺牛タン食ってないんだけど、まだ大丈夫かなこれ。牛タンの柔らかにリスナーさんからいただいたやつ食ってないんだけど。これ、何日前のだ ?5 月25まで食えるから大丈夫か。昔の携帯電話並みだよ、本当に。それ以上じゃない、うん、あ、そうだ、俺便所太郎さんにあれだ、楽曲送らないといけないんだ、忘れてた、楽曲送ろう。あ、怒られる。ちょっと待って、一回このダンベル片すわ。やっちゃったよ。でもまあしょうがないよね、これはみんなが通る道だもんね。でも多分ね、バッテリーここまででかいやつを持ち歩くのは多分ね、配信会で俺が初になると思うよ。俺力屋さんが持ってた機材が一番すごかったの。あ、ありがとうレイさん、よろしくお願いします。力屋さんっていう配信者の方が持ってたバッテリーが一番すごかったんだけど、それでも5万アンペアだったの。俺の12万アンペアだから。12万アンペアだよ、力屋さんの倍以上だからね。おはよう、サラリーマンさん。おはようございます。相当いいやつですよ、これは。バッテリー。力屋さんが持ってんのが5万アンペアってやつなのね。だから力屋さんのやつの3倍ぐらいの大きさ。約3倍の大きさ。やばいね。うん。力屋さん持ってた、懐かしいよね。力屋さんが機材オタクだったかんね。おお、ゆうこさんいらっしゃい。ゼニバーゆうこさん。今バッテリー買ったよ。あ、仕事行ってらっしゃい、ジェイさん。アイテムありがとう。もう、俺は後ろには引けない。もうどっぷり配信業ですよ。どっぷり配信業。あとは、バッテリー問題は解決した。初見さんありがとう、ぐでたまさん。もしよかったらフォローして。よいしょ。ライトも買ったでしょ、ライトもある。もうどんな配信にも対応できるようになってきたな、だんだん。のずく配信もできるし。ちょっと待ってね。
あれ、バッテリー。すごいでしょ。いやー、急遽、小坂池の時に、みんなが配信見たいって言うから、心霊スポットに一泊する時に買ったんだよ、ドンキホーテで。一番高いやつ。あんずさんは知ってるよね、あんずさんその時。隣いたからいい。ようちゃんと。あ、来てよ、来てよ。来るんだったら、今回ね、新規の参加者の人すごい多いよ、オフ会。多分10人以上集まって貸し切りになると思うから、参加者早めに連絡ください。参加する人。ワンタロは帰ったよ。うん。ワンタロ帰った。よいしょ。すごいよね、これ。これと、これ、これと、あとこれ。これはスタンド型で、こうやって床とかに立てかけるタイプなのね。こうやって。で、これつけるとこうやってピカーって。うん。こういう。だこれで、俺のことをピカーって照明照らして、で、配信で映すところはこうやってやって、で、これでパソコン持って配信してた。おい!ありがとう。ワンタロウかわいいよね。これは外配信とかも、なんだろう、外で電源ない時とかに対応して。だって暗かったらみんなつまんないでしょ?真っ暗な中で配信見たくないでしょ?いやー、バッテリー問題解決と、これで。バッテリー問題は解決したと。機材揃え、いや、でももうレッツノート、最新型のレッツノートあるでしょ?バッテリーがあるでしょ?ウェブカメラあるでしょ?もう揃えるもんなくなってきたよね。うん。もう、電波もあるし、Wi-Fi 通ってるし。シンスパはライトが全てだね、本当に。だからこれで野宿配信とかもできるようになったから、高かったよね。二つで1万円ぐらいかけてるから、配信機材にもうガンガン、もう、リスナーさんからね、いただいた支援は生活費ともう配信機材だね。本当に。だから今日もさ、本屋さんでっかいところ行って買っちゃったよ、これ。実はナックルズ。実はナックルズ買っちゃいました。掲載されてるんで、もしよかったら実はナックルズ今月号買ってください。ミチはどっち?で、便所太郎さんに音楽を送るんだけど、まあでもステッカーの支援とかね、いただいてるからね、どん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 配信で恩返ししかできないからさ、俺らなんか。とにかく配信で結果出すのが一番リスナーさんに、なんつうんだろう、恩返しができる唯一のことだからね。頑張るしかねえよな。間違えた。ちょっと飲み物取ってきていい?飲み物取ってきていい?ただいま。で、今度便所太郎さんに音楽の提出を早くしろって怒られてて、もう期限がだいぶ過ぎてるんで、そろそろ便所太郎さんがいい加減にしろって怒るかもしれないんで、ちょっと作業させてください。すぐ終わるんで。応援したくなった、ありがとう。もしオフ会来る人いたら、コメントください。オフ会来るよって。オフ会参加者募集中です。ですね、飲み放題プラス、軽食がついて3500円です。
参加費は。今何人だ ?1、2、俺のんちゃん、3、4、5、6、7、8、9、9名かな。横浜は全然行くよ。今9名ですね。まあ多分15人くらいになるかな。お店自体がね、20人から25人くらいのお店なんで、今日利用しさせていただいたキャスバーで、やってくんで、よろしくお願いします。オフ会行きたい?バルス来る?全然、今回ね、新規でオフ会久々にやるんだけど、何ヶ月ぶり、半年ぶりぐらいにやるんだけど、今回、新規の参加者の方が多いから、多分来やすいと思うよ。いつもの固定メンバーとかになるとさ、なんか、新しい人入りづらいけど、今回は、新しい人ガンガン入って来やすい空気だと思うよ。おすすめです。初めて来る人。あ、本当にグッドタマ、了解。もしね、なんだろう、リア凸希望の方がいたら、俺の、LINE? 俺の LINE 見てください。俺の LINE。LINE ね、プロフィールページに書いてあるから、小手半送って。ふわっちのリスナーのぐでたまでーすって。そうだ、LINE の整理もしないと。なんか誰が誰だか分かんなくなっちゃうんだよ。ちょっと待ってね。あと、直したよ。ほら。iPhone も直した。もう綺麗でしょ。機材の修理しましたよ。だから写真も綺麗に撮れるから、今後は。LINE ください。バキバキだった。うん。もうこれでインカメはかなり綺麗に撮れるから。かなりいい感じですよ。震災起きても配信できちゃうね。本当にそのレベル。ちょっとじゃあ音楽の方ちょっとやらせてください。入場曲、捨て頃の入場曲なんだけど、それを作らないといけないんで。捨て頃の入場曲を今作ります。あ、捨て頃の入場曲オリジナルにしようかな。自分で作ったやつにしようかな。レクチと前作ってたやつがあるんだよ。オリジナル曲で入場しようかな。どう思うみんな。まだあるかな。データが残ってたらそれでもいいかなとか思って。まだ残ってるかな。ちょっと待って、聞いてみるわ。いや、なんか、レクチとね、バンドやろうぜ、つって曲作ってたんだけど。あんのかな?音のバランス悪いな。
やめよう。ちょっと未完成すぎるね。デモだったらこれでいいけど、ちょっと音が荒いからやめときます。時間がないので曲作り、バンド活動はまた再開するんで、旅とか終わったら。バンドはちょっとやめよう。オリジナル曲はやめとこう。綺麗。綺麗でしょ？数いらっしゃい。プロジェクトを作る。ちょっと入場曲作るんで待っててください。入場曲作ります。シャーマンリミックス、いやあんなの無理よ。あの人 DJ でしょ、本格的な。さすがにね、そういうところに時間かけたかったんだけど、もう最近忙しくてさ、さすがに無理だわ。繋いじゃうか、無理やり。間違えた。ちょっと待ってね、ごめんね。聞いてみるね。和道選手、赤コーナーより和道選手の入場です。いいんじゃん、これで。これ良くない？これでいいか。問題ないよね。聞いてて違和感ないでしょ。どうだった？結構アゲアゲな感じだし。
いいよね。これでいこう。これでいきます。共有。共有ファイル。で、オーディオのみ。MP3 でいいのかな ?MP3。次。入場曲どこだ？入場曲、入場曲。オーディオ、オーディオ、あった。これだ。合ってるね。新規フォルダ。入場曲と。で、これを圧縮。圧縮。で、メール送るんだ。今、便所太郎さんにメール送るわ。え？あ、ネット繋がってないわ。太郎さん、便所さん、便所さんどこだ？貼り付けができねえな。なんでだろう。あ、なんで？コピーってできないの？そうだ。え？なんでコピーできないんだ？
おはよう。ラリラリさん、おはよう。おはようございます。よし、入場曲 OK。 仕事終了 OK。 便所さんに送りました。便所さんに今入場曲を送ったんで、これで OK だな。おはようみんな。おはようございます。おはよう。ちょっと確認してみようか、遅れてるか。遅れてるよ、もう大丈夫だよね。ちょっと確認します。もう一回頭から聞くね。今聞いてる。あれ、アクセスできない。なんだろう。ちょっと待ってね。今聞いてみよう、もう一回。一回聞いてみましょう。聞こえる？ゴールデンウィークまだ考えてない。これが入場曲です。いいんじゃない？まあ、悪くないよね。赤コーナーより、和道選手の入場です。合ってるよね、雰囲気ね。いいじゃん。いいよね。いいじゃん、いいじゃん。OK ですね。これでいきます、入場曲は。決定です。フリーのミュージック、無料のミュージックだよ。無料ミュージック。かぐるちゃん、花火ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。おはようございます。
で、あとやることがいっぱいあるぞ。バッテリー問題解決。ウェブカメラどうすっかな。ウェブカメ。なんかあと、配信ね、今日何やろうかな。今日何やろうかな。テンション上がるよね。すごいいいよね。俺も今の曲結構、YouTube やってた頃は、あの曲結構よく多用してたんで。なんかこの時期関東で見れる配信がね、何配信が見たい？みんなは。何配信が好きなの？和道の配信は。みんなそう言うと、家雑って答えるんだよ。企画でも何でもない。みんな家雑まったりが大好きだからね。今流してる曲では闘志がなえるよね。この音楽でこれから戦おうっていうテンションにはならないから、これは入場曲としてはきついかな ちょっと無理。これで入場する気にはならないっすね。きついもんがありますね。もうちょっとテンション上がる曲がいいよ、俺は。何やろうかな、今日。何やろうかな。ハートプレゼントありがとう。S ちゃん、ハートありがとう。あざます。あ、そうそう。最近さ、ブリーズライトをつけるようにしてからね、鼻呼吸がすごい楽になった。世界中にいる鼻詰まりたちに僕は言いたい。ブリーズライトおすすめ。ハートプレゼントありがとう。ブリーズライトつけます。ブリーズライトって濡らすの知らなかったんだけど、これ濡らすんだね。
これ嘘だよね。濡らしたら粘着力なくなったんだけど、フリーズライト。え？濡らせって書いてあったから濡らしたんだけど。え、どういうこと？フリーズライトをぬるま湯でよく濡らして。え？ついた。バガありがとう。バガプレゼントありがとう。え、剥がれるんだけど。ついた。剥がれてない。これつけてからね、鼻呼吸が楽になる。ブリーズライト知らない？ブリーズライト知らない？みんな。これ。鼻につけるテープ。これすごくいいよ。おすすめ。エクストラっていうのもあるんだ。103名さんいらっしゃい。からな、飲んでたからまあそんなに。
クロマキーで消すの難しいな。もし、類似性、透明度。マチルダ、おはよう。おお、久しぶりじゃん。元気だった、マチルダ。久しぶり。黒だと消えちゃうのかな。おはよう。ちょっと待って、俺が黒だからか、消えてるよな。ガンマコントラスト、滑らかさ、これだ。なんで文字消えちゃうんだ。家雑も久々だね、本当にね。やめよ、やっぱ黒巻き無理だ、俺には。無理がある、やめよ。家雑も久々だね、本当にね。そう、懐かしいよ。まったり、まったりです。外配信用にバッテリー買ったよ。携帯電話も直して、スマホも気になった。写真もよく撮れるようになったし、なんだろう、まあいい感じです。のんちゃん、のんちゃん起こそうか。のんちゃん何やってんだろう今。スマホ2年ぐらいバッキバキで、インカメラがね、映らなかったんだけど、インカメラがもう綺麗に映るようになったよ。だから大丈夫。だから、内カメでも綺麗に配信できるようになって。で、バッテリーを買った。5万円する外付けバッテリー買いました。やばいよね。5万円だぜ、5万円。やばいよ、本当に。これさえあればずっと配信ができるっていうね、5キロもするバッテリー買ったよ、これ。やばくない?これ。兵器だよね。こんなの持ち歩いてたらさ、やばいよね。これはね、ノートパソコンを15回充電できるぐらいのスペックを持ってるバッテリーです。おはよう、バタフライテール。だからこれを、5キロの荷物は増えたんだけど、でもまあ配信のためだったらいいかなっていう。5キロだよ。だけどこれさえあったら18時間ぐらい配信できるから、まあ実質そんなに配信しないから、例えば俺のパソコンだと1時間半配信できるの。調子がいい時で2時間配信できるから、まあ 1.5 だとしよう。1.5 時間かける、まあ、15回バッテリー充電できたら 22.5 時間配信できる。これは6時間で配信、あ、6時間でバッテリー充電可能だって。いや、持つだけでトレーニングだよ。ただこれの利点は、ほんと電波さえ届けば、そのなんつうの、山の中とかでも配信できるから、でっかいよ。しかもね、コンセントでこう充電できるからいいよ。で、リスナーさんと悩んでたんだけど、私は買わないなってみんな言ってたけど、まあ職業柄しょうがないかなって買わせていただきましたよ。皆さんのおかげでこういうのが買える男になりましたよ。悩んだ、超悩んだけど、みんな後押ししてくれた。男だねって言ってくれた。まあ職業柄しょうがないでしょ、配信業だったら。でもこれ一発持ってればさ、ね、大丈夫だから。のんちゃん眠いの?のんちゃん眠いのか。わかった、のんちゃん。のんちゃんから今 LINE 来たね。のんちゃん遊ぼうと思ったけど、のんちゃん眠いって LINE が来た。コメントで書けばいいのに。放送見てんだろうね、多分。あとはなんだろう。
まあ、とにかく外配信やる分には、今のところ問題はなくなったかな、これで。これで問題はなくなったと思う。おー、イクさん、ワド2。ワド2でございます。もう、便所太郎さんに音楽の音も送ったし、とりあえず、ざっくり、仕事はなくなったから配信に集中できるな。今日何やろうか。どうする？みんな。次はどうしようかなと思って、今とりあえずそのなんだろう、次の旅配信の時に今回の失敗談をもとに、あの荷物の軽量化とかバッテリー問題とかを解決しようってことで、まずその壊れてたスマホを昨日修復して、今日バッテリー注文したから明日届くらしいの。だからそういうのを片付けてたんだけど、どうしようかな。捨て頃までこっちにいようか。旅配信の続き見たい？みんな的には。5月の20日に戻ってくるんだよ俺、オフ会があるから。まあ上に書いてあるけど、誕生日オフ会やるんですよ。どうしようかなと思って。あ、入場曲聞きたい？今流すよ。じゃあ入場曲はこんな感じでございます。結構この YouTube やってた頃からよく使ってた音楽だね。シャッフルビート、何なんだろう。初コメありがとう。うん、旅から一回戻ってきましたね。初コメありがとう、ふわっちさん。これはオリジナルではないよ。これはフリーの音楽。これですね。これで行こうと思ってます、僕。あ、ヒカルくんの枠でぜひぜひフォローしてもらえると嬉しいです。よろしくお願いします、ふわっちさん。ヒカルくん、ヒカルくんね、仲いいっすよ。ヒカルくん、僕大好きです。とりあえずこれで OK か。特に問題ないかな。旅配信いつから再開にしようかな。中途半端な時期に戻ってきちゃったから。あと、18日間だから。あ、フォローありがとう、ふわっちさん。20日にオフ会があるのか。1日的に確か残るか微妙。そう、日にち的にね、そうなんですよ。旅、もし残された時間で行くなら北海道を重点的に攻めるっていうのはありかなと思って。そう、往復の飛行機代とかがもったいないじゃん。今まではずっとゆっくりゆっくり進んでたからいいけど、今からだともう戻ってくるの確定だから。ニーナさん、バガありがとう。バガザイス。ココさん、おはよう。うん。おはよう、カブニート。ワカメさん、おはよう。ふわっちでフォロー初めて。あ、嬉しいです。うん。ありがとう。だからまあ、今はトレーニングに集中するのがありなのかなっていう勝手な判断をしてるんだけど、どう？みんな的には。それとももっとアクティブに動けって感じ？どんな感じ？お金かかるからさ、ちょっと節約したいっていうか、雑談でお金貯めたいっていうのがあるんだよね、俺の中で。雑談でお金を貯めつつっていう。で、1ヶ月ぐらい、捨て頃にトレーニングに集中して、
今のところ残りはオフ会と捨て頃っすね。オフ会と捨て頃。トレーニングと家脱に集中しようか。しばらくじゃあ、リア凸は、ちょっと止めるか。こっち側21日で止めといて。一応凸もらったら人数にはカウントするけど、日付は21日目で止めとこうか。ああ、マサさん、いえいえ、とんでもないっす。いや、あのね、すげえなんか無礼な人がいたから。そう。なんか FC2 の配信者で、金梅さんにうざがらみしてる人いたから、あれはちょっとないわと思って。で、俺本当は店員さん呼ぼうとしたんだけど、ヒカルくんが知り合いだったのよ。だから、急に、そう、ヒカルくんの知り合いだから、急に店員さんにちょっとお客様っていうのも失礼だと思ったから、ヒカルくんに声かけたの、まず。ヒカルくんって、知り合いの配信者の人、ちょっと、金梅さんうざがってるから、俺から言うのもなんなんだから、店員さん呼んでもいい？ってヒカルくんに声かけたら、ヒカルくんが、そう、あ、俺動きますよ、大丈夫っすよって。あ、本当に？って悪いんだけど、お願いしてもいい？って言って、ヒカルくんが気ぃ利かせてこうやってくれてたんだけど、あんまりにも無礼だからもうイライラしちゃって。じゃあ、サングラスかけたさ、ロン毛の男の人？そう。増えてる増えてる。さっきペイとワン太郎と、あとゴリナミオさんってコメント打ってくれてるリスナーさんが急遽飲みに来てくれて、3人増えたよ。山田孝之似てないでしょ。山田孝之イケメンだよ。でも、あんまりにもうざいからちょっと吠えちゃったんだよね。あれは良くないよ。似てない、似てない。山田孝之好きな俳優っすね。あ、そうだ、ピンバッジコレクションが増えたんだ。ピンバッジ、後で整理しよう。俺のピンバッジコレクション。あそこはやっぱね、後輩が気ぃ利かせないとね。金梅さんがなんか言ったら嫌な感じになっちゃうもんね。あれはでも怒ってもいいよ、本当に。誰でも怒るよ、あんなの。キング V って人かな。あれは金梅さんもやっちょもよく耐えたよ。まあそういうところが人格者なんだろうな。俺はもう我慢できなかった。耐えらんねん、あんなの。いや、キモかったっていうかさ、飲みの席でさ、ああいう、周りの、リスナーさん、その場にいたリスナーさんもうぜえって言ってたぐらいだったの。結構、周りドン引きしてたぐらいで。でかい声でなんか、この人、大手ぶってるとかなんかずっと言ってて、いや、大手ぶってるとかじゃねえだろうと思って、おめえが売名しに来たんだろうと思って。なんか、俺らは全然、最初入り口で会った時、仮想配信者なんだけど、絡んでもいいですかっつって、ウェルカムだっつったのよ。全然。あの絡み方はねえよ、さすがに。さすがにあの絡み方はねえ。もう、なんか礼儀知らないやつとか大っ嫌いだよ。年齢とか関係ないから。人としてダメ。無礼には無礼で対抗しますよ、僕は。おはようにゃ。あ、にゃね。あ、そうだ。LINE。そっか、オフ会メンバーに告知をしないといけないんだ。オフ会メンバー。オフ会メンバー。オフ会、ちょっと待ってね。オフ会メンバー。ちょっと待ってね。オフ会メンバーに告知。シュウさんおはよう。仕事頑張ってね。バタフライテール、いってらっしゃい。ちょっと待ってね。オフ会。どうやってやんだ。
グループの作り方がわかんねえな。グループの作り方が全然わかんねえ。おう、ようちゃんおはよう。ようちゃんおはよう。グループラインってどうやって作るんだ。グループライン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 の作り方がわかんねループラインどうやってやんだ。やべ、ラインの使い方が難しくなって全然わかんねえわ。グループラインの作り方誰かわかるかな？あった、グループ作成。グループ作成の。グループ作成。グループ名を。和道さんと馬頭さんは同じ方ですよね。パドーさんって誰？パドーさんがわかんねえわ。知らん。誰それ。家だよ。乃木編いらっしゃい。そっか、しばらく見てたか、見てなかったからわかんないか。で、来る人が、誰だ？和道さん、試合勝つ必殺技を教えてあげたい。マジで？あ、ていうか、バルスさん来るの？バルスさん来るんだったら、オフ会。あれ、告知するけど。オフ会来る方、連絡ください。
目つぶし？目つぶしなんか使えるわけないじゃん。思いっきり反則技だわ。思いっきり反則技だわ。っていうか、グローブしててどうやって目つくんだよ。無理だよ、そんなの。グローブ着用です。オープンフィンガーじゃない。オープンフィンガーじゃありません。残念ですが。おい、まゆちゃん、こんばんは。こんにちは。こんばんはじゃないよね。結局3人？いや、ペイは、ペイと帰ったよ。うん、楽しかったよ。楽しかった、楽しかった。女は若作りあかんのかな？俺は若作りしてる人はあんまり好きじゃないね。あんまり好きじゃない。おはようぐのこっちょ、わだつ。あんまり好きじゃないですね。それよりも全然、普通にしてた方が好き。男は若作りはあんまやっぱ良くないよ。あんまり良くないよ。基本的には。若く見せようっていうのは良くないよ。ありのままでかっこいいじゃん。別に年取っても。別にね、この見え張る必要なんか全然ないんだからさ。身長とかは、俺はまあ低い方が好きとかはあるけど、それは好みの問題じゃん。好き嫌いっていうのは。だからまあ、俺は好きな身長は背低い人が好きなんだけど、でもまあ好きになったら関係ないよね。惚れるのには理由はいらないんだよ、人間。別れるのには理由があるけど、好きになるのには理由はいらない。
だからまあいいんじゃん。別に何でも。女の人がね、綺麗になりたい理由って恋愛的に綺麗になりたいんじゃなくて、綺麗な自分が好きな人なんだよ。美意識の高い人って。やっぱり美しい人の方がいいでしょう。だからかっこいい人とかっこ悪い人どっちが気分がいいかっつったらさ、やっぱり自分のためにね、デートの時におしゃれしてくれる女性とか化粧してくれる方が嬉しいでしょう。うん。だからまあそういうもんじゃないのかな。だって男の人でもさ、例えばさ、レストラン行くときにスウェットとかで来たら嫌じゃない？なんか、嫌でしょ？それだったら、スーツピッと着てくれる人の方がかっこいいって思わない？俺思うけどね。ああ、私のために恥かかせないようにって思ってくれるじゃん。そう思うでしょ？それと変わんないよ、別に。変わんない変わんない。ん？あと誰来るっつったっけな。あと誰来るっつったっけ。あれ？誰が来るっつったっけな。他にもいたっけ。普段がいい、普通がいい。俺全然おしゃれしてくれる人の方が好きだけど。おはよう、おはようナタリー、おはよう。あれ？あれ？ 1,2,3,4,5,6,7,8。 ん？ちょっと待って、 1,2,3,4,5,6,7。 ん？ちょっと待って、わかんなくなるな、メンバー。1,2,3,4,5,6,7,8,9人。合ってるか。1,2,3,4,5,6,7,7,9人。今のところメンバー9人か。いや、闇将軍結婚爆笑したんだけど。うん。え、結局、それで配信やめたのかな？配信やめたの？何なんだろうね、本当に。あ、思い出した。あ、そうだ。会場で売る T シャツとかの手配しないと。忘れてた。会場で売る T シャツの手配だ。何枚ぐらい売れると思う？みんな。何枚ぐらい売れるかな？どうなんだろうな。T シャツ。ゆうゆうが和道さんの LINE グループ入りたい。あ、もちろんもちろん。招待してください。お願いします。俺、あの、大阪先輩、俺、あ、でも、ゆうゆうと俺直接繋がらない方がいいよな、なんか。うん。OK、OK。LINE グループだけ、招待入れてください。ね。人妻になんか、手出すつもりは全くないけど、なんかやましいこととかあったら嫌だから、俺、達彦さんとだけ繋がろう。おい、新竜いらっしゃい。招待しちゃってください。いや、繋がってもって、いや、あの、達彦さんは問題ないだろうなっていうのは、今一瞬よぎったんだけど、のんちゃん、のんちゃんがいるから、のんちゃんが、またゆうゆうとっていうのがもう、未来が、ビジョンがファーって入ってきて、やべえと思って。うん。あの、LINE グループだけにしときます。うん。のんちゃん心配させたくないんで。そう。達彦さんは、そういうのは大丈夫だと思ってる。
お願いします。なんか女が仕事して、闇実家で仕事して給料もらってんのかわかんない。闇将軍は給料とかないでしょ。すねかじりだから。すねかじりーにょだから。フォローありがとうございます。ロラビンさん、フォローありがとう。フォローあざっす。どうなんだろうね。いや、でも、俺は別に、なんだろう。誰がお金稼ぐとか、そんなに夫婦間でこだわらなくていいと思うよ。全然。どっちが稼いでも全然いいと思う。どっちでも大丈夫だよ。ただまあ、お互いが納得できるかだよね。私は働きたいのにって言って専業主婦させられちゃったりとか、専業主婦やりたいのに働けって言われたりとか、いろいろあるからさ。まあだって、仕事にしてる人とさ、仕事にしてない人がいるわけだから、そこは難しいところじゃん。そこは難しいところだよ。おはよう、アンドーナツさん。おはようございます。気持ちのいい朝ですね。だよく言うんだけど、プロ配信者とか言ってる方がおかしいんだから。そりゃそうじゃん。配信でプロってなんだよって感じじゃん。普通の人からしたら。常識ないのは自分の方だっていう自覚あるよ、俺。何がプロ配信者だよっていう。笑わせんなっていう。絶対俺の方がおかしいから。え、誕生日？俺誕生日21だよ。誕生日は日曜日の方。ただ、前日にやることにしたの。オフ会は、みんなの予定、土曜日の方がいいだろうっていうことで。俺は本当は21。見て、黄門さん。前夜祭だね。誕生日前夜祭。前の日なんですよ、これ。オフ会。誕生日オフ会は。私は5月21日で43歳。ああ、じゃあ誕生日一緒じゃないですか、見て、黄門さん。誕生日一緒だよ。で、俺が40、40じゃない、32になるから11個上ですね。11個上。別に親の仕事場で仕事してるのは悪くないと思う。全然悪くないと思うよ。俺は別に仕事っていうのは、やってるだけで偉いことっていうか、生きることにちゃんと向き合ってる人だから、働くこと自体は否定してないよ、全然。いいことですよ。別に働かなくてもいいけど、それが誰かの迷惑になったり、自分に良くないことになるんだったら、俺は働いた方がいいと思う。佐々木さん、おはようございます。おはようございます。だってね、誰かの役に立った方が絶対いいでしょ。一緒に祝ってもらおうか考え中。来る？一緒にやる？私だって父親の会社で事務してたけど、疑われた時は腹立った。何を疑われたの？
ダメだな、なんか雑談、旅配信のせいで俺雑談のやり方忘れてるな。雑談のやり方忘れてるわ。仕事してないってみたいな感じ？あ、リスナーさんに言われちゃったのかな？まあでもリスナーさんはさ、配信の画面に映ってる部分だけで全てを判断するから、まあ周りの目気にしなくていいんだよ。俺だって未だに生活保護だとか言われるもん。最近言われなくなったけど、ふわっちの場合は、間違った情報を流れるとリスナーさんが、いや、ワド今、あれしてるよとか生活保護じゃないよって言ってくれるから。あ、元彼に言われたの。なんで元彼はそう言ったんだろうね。なんだろうね。リスナーさんじゃないんだったらちょっとわかんないわ。そこは何とも言えねえわ、俺。他のとこでみたいな感じ？バッテリーは防水ではないでしょ。なんだ防水って。絶対防水ではないでしょ。あんなさ、パソコンをさ、15回充電できるぐらいのさ、だってあれだよ、車のスターターとかにも使えるぐらいの容量があるのに、そんな水に落としたら爆発するわ。絶対防水じゃないでしょ。梅雨に旅も再開ですよね。梅雨か、そうかそうか。そこはね、さすがに、っていうかパソコンで外配信は無理だから、雨降っちゃったら。そこはね、雨降ったらもう退避ですよ。ただね、俺考えたんだけど、バッテリー問題解決したら、ちょっと外でテント張るのも考えていかないとなと思ってる。今後は。今後はテントとか張って、若手の配信者みんなテント張って頑張ってるから、俺もそういうことをしないとなって。だって、例えばさ、20日間で漫画喫茶だけだとしても、漫画喫茶だいたい2000円するでしょ？ 2000 円かける20日間で4万円だよ。で、ここの家賃払ってるから10万円飛ぶんだよ。やばいっしょ？稼ぎが15万ぐらいだから、それだけで家賃とかも考えたら、やっぱりちょっと考えないとなとか思って。満喫ばっかり止まってらんないから、2日に一遍ぐらい満喫行ったら充電できるからさ。ちょっとその辺は考えるよ。俺がね、30万ぐらい稼いでるんだったらあれだけど。乞食配信者？親のとこやなくて違うところで働けって言われたの？いや、それは彼氏に聞いてもらわないと、俺が言ったわけじゃないから、それは彼氏に聞いてみてよ。俺はわかんないよ。それは知らん。知らん知らん。全然わからん。そう、日数分かかるから。で、ホテルとか泊まったらさ、安いところでも5000円は飛ぶわけじゃん。やっぱり贅沢できないよね。だからリスナーさんの家に泊めてもらったりするのは本当にありがたいんだよ。ねえ。本当にありがたい。マジで、もう、大変よ。
まあ少しずつね、そういうのは解消していって、どん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 ステップアップしていきたいなと思って。やっぱりさ、その見る人が多くなればなるほど、俺はね、なんか特定の太いお客さんに毎月20万もらう、30万もらうとか100万もらうっていうやり方じゃなくて、やっぱりその見てる人たちにいい配信届けて100円ずつとかだったらさ、1万人の人が見てて100円もらったらさ、ふわっちで言ったら俺50万の所得になるわけじゃん。そういうのが理想だと思う。アチュさんっていう人が俺わかんないな。だから、そういう感じでやっていきたいんだよね。見てる人が、その1万人ぐらいのトータル1ヶ月にリスナーさんがいて、100円投げてくれる人がいっぱいいるみたいな。そしたら食っていけるから、そしたらどん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 面白い配信やっていけるじゃん。それが理想形かな。自分の。もちろん、太い囲いのお客さんもいたら100万円は絶対断りませんけど。絶対受け取りますけど。その辺が自分の理想形。もっともっと面白い配信やって人をね、見る人増えていただいて、どん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 やっていきたいと思ってる。今濡れた手でお米5キロ持ってちょっと気になった。ああ、ありがとう。気遣いね。ふわでどうやってお金受け取るんかな。ふわっちはお金を課金、アイテムもらったらポイントがついて、あれだよ、変換するページがあるんだよ。このポイント、溜まったポイントを、お金に換えませんかっていう、銀行振込にしませんかっていうページがあるから、それでやるんだよ。こんな感じ。5キロのお米を背負って歩くんだもんね。だから今回5キロプラスだね。ちょっと若干荷物は重たくなるな。若干重たくなる。その分パソコン2台減らしていけるから楽っちゃ楽だけどね。期限あるよ。配信のポイントそう。配信のポイントをお金に換えられるの。期限はもちろんあるよ。3ヶ月だか半年だか忘れちゃったけど。ポイントなくなっちゃうよ。早く換えないと。ふわっちのポイントで、ふわっちのアイテム変えたらすごくいいんだけど、それができないんだよね、ふわっち。今日何やろっかな。今日何やるか迷ってる。
昨日ガメラさんがテスト配信して桃のジャンフワッチ来るかも。マジで？いい流れ。いい流れだね。ミシェルさんフォローありがとう。へえ、すごいね。あ、それはビッグニュースだね。ガメラさんがテストやったんだ。へえ。俺は別にあれだよ。闇将軍を追い込もうと言ったわけじゃなくて、闇将軍が言ってる、配信で言ってる間違いを指摘しただけだよ。だから別に彼を追い詰めようとかしたわけじゃなくて、それは言ってること間違ってないっていうことを指摘しただけだよ。うん。体鍛えてるやつは全員ホモだと思うとかさ、もう明らかに問題発言ばっかりしてるからね。おー、みやびさん！おー、みやびさん、どうもどうも。みやびさん、キャス復活したんすか？なんかすごいっすよ。失踪したとか。いろいろ。どうもどうも。あ、よかった、お元気そうで。なんか、キャス復活したんすか？みやびさん。どうもっす。ちょっと、僕、ドレさん応援してますけど、みやびさんのこと別に嫌いじゃないですからね。ドレさんに、僕はドレさんから格闘技を教わってるんで、どうしてもドレさん推しですけど、よろしくお願いします。コメにももちゃんがいたから赤はある。へえ、ふわちまた盛り上がるね。あー、よかったよかった、復活したんすね。よろしくお願いします。暗黒ちゃん、おはよう。捨て頃の選手のみやびさん、ドレさんの対戦相手の方ですね、来ていただきました。皆さん捨て頃よろしくお願いします。手頃一緒に盛り上げてください。よいしょ。すげえな、ふわっち、また層が厚くなるね。また結構盛り上がってくるんじゃん。いいね。まあ、桃エリは実力あるからな。おはよう、ひなちゃん。おはよう。まったり配信です。おはよう。配信やめろ、なぜ？俺仕事なんだけど、配信が。S ちゃん、ハートありがとう。ハートとバーガーありがとう。風船10個ありがとう。アイテムありがとう。なんで配信やめないといけないんだわさ。やめないよ。人に言われてやめるぐらいだったら、とっくにやめてるよ、俺。ももちゃんも厳しいんじゃないかな。だからガメラさんがフワを進めてる。いやー、桃エリクラスで食いっぱぐれてるってことは、ないと思うよ。ありがとう、真面目社長。どんな実力出せばいいかな。一日でももさん6万稼いだらしい。まあ、あのクラスはレジェンドクラスだから、全然稼ぐでしょ。おう、じいちゃん、ワトツ。ワドツでございます。あ、今から寝るんだ、おやすみ。負けない？誰に、誰と戦ってんの。面白さ、いや、面白さっていうか、まあ桃入りはめちゃめちゃ面白いからね。すげえ笑えるよ、やっぱり。彼女はプロだと思うのよ、本当に。すげえ面白い。てか色抜けてきたな、オレンジ色になっちゃってる。入れ墨入れてないよ俺。
だってももさん自分で言ってた、フワでお金はもらいたくないって。ああ、そうなんだ。ああ、まあ、ポリシーがあるんだったらね。難しいよな。なるほど。まあまあ、まあ、ゆいがさんも同じ考えだからな。人によってやっぱ、配信でお金もらうことに抵抗のある人いるから、配信者で。だったらまあ、ふわっちは向いてないと思うよ。桃襟だったら絶対、さ、絶対にもらっちゃうからね。ドヤ顔して出されたらバックに何らかの組織がある。まあ、入れ墨入れてる人は、まあ、肩着の人じゃない人が多いからね。家業の人かもしれないよね。別に嫌いって言ってるわけじゃない。たまにこうやって話すとアンチって言われちゃうから、感情が冷めたくない。どうなんだろうな。まあ、配信の考え方はいろんな人がいろんなこと考えてるから、まあ、自分に合ったスタイルでやっていくのが一番いいと思うけど、俺は桃入り来たら歓迎だけどな。桃入り来たらやっぱ、ふわっち自体が盛り上がるから、俺は単純に嬉しいと思うよ。普通に。あ、ツイッターのフォローもありがとうございます。ツイッターフォローありがとう。ふわっち女の子配信者で飛び抜けた子いないもんな。まあ、リナ猫とかじゃないの？今ぶっちぎってるっつうか、ちゃんと実績残してるっていうか、閲覧集められんのって。リナ猫が、まあ、トップだろうな。安定感あって。男雑談と比べて遜色ないっていう。大手ではないけど、まあ、中堅クラスだよね。あと誰かいるかな？リナ猫はすげえ頑張ってると思うけど。プロ意識っていうか、まあ、プロっぽい配信やってるよね。俺、そうだね。歌舞伎役者みたいな顔してるからね。意外と広末涼子みたいな可愛い顔してるからね。ヒゲなくなったらこうやって。全然違ったわ。広末涼子じゃないわ。びっくりした。画面見て引いたわ、今。いける。配信で生活は難しい。配信じゃなくても大変。やっぱね、プロ名乗るのっていうのは大変だと思う、俺は。何事でも、プロは大変だと思うよ。おいっすー。正義の味方、オフ会やるんだけど来ない？どうよ。5月の20日土曜日。誕生日オフ会やんだけど。祝ってよ、俺の誕生日。半立ちなんだ。マジか、引くわ。もし、予定空いてたら、ぜひ、LINE でグループで招待する。ま、いや、まだだよ。5月の20日が前夜祭。オフ会やる、普通に。まだ誕生日じゃない。32歳。おっさんです。まだわからないけど行きたい。確定ではないか。確定になったら連絡もらってもいい。この日行けるわっていう。5月の20日はもう16時から完璧行けるわっていう。その予約制なんだよ。その店貸し切りでやるから。今日配信したキャスバーっていう、インチキ大王さんっていうニコ生のもともと配信者、有名配信者の人がやってるお店だから。32だね。あ、ミーコさん同い年なんだ。うちふざけて誕生日だけ、ふわしようかな。いやー、誕生日だけだと厳しいと思うよ。会費は3500円。飲み放題と軽食がついて3500円。まあ、追加オーダーとか自腹できるんだったら全然できると思うよ。ちょっと、オーナーに相談して安くやってもらうようにしたら、3500円でやってくれるって。歌舞伎町で3500円で飲み放題なんて難しいかんね。メンツは、東京先輩、ゆうゆう、のんたん、たくみさん、レクシー、
とか、ミュールとか、あと俺でしょ。あと、コノミンっていう女の子、可愛い女の子とか、来るね。コノミン、ちょっと最近コメント打ってないからわかんないけど。だからまあ10人ぐらいかな。新規の人が多い。オフ会初めてやるメンバーが多いかもしれない。いつものその、たくみさんレクチー、ミュールとかは、まあ、毎度おなじみだけど。今回は新しい、人が多いから、多分楽しくなると思うよ。結構広いお店だからゆったり飲めるし。おすすめだね。今回は新たに参加する人が多分入りやすいっていうか、参加しやすい環境だと思う。前はね、個室でやった時すごい良かったんだよね。うなちゃんバーじゃないね。うなちゃんバーじゃない。キャスバーでやる。キャスバーで。配信のアプリ立ち上げてる人が儲かってるよね。すごいね。まあ、プログラマーとかはね、すごいよ、やっぱり。プログラマーのすごいところは、何にもないところ。無から有を生み出せるわけだから。金のなる木ですよ、ほんと。ビジネスセンスとプログラミングできたらめちゃめちゃ儲けられると思うよ。今の時代は。まあ、有名になるってことは自分のこと好きな人と嫌いな人が増えるわけだから悪口は絶対増えちゃうよ。マット・ハーディー。マット・ハーディーにそっくりなの。マット・ハーディー？ちょっと検索してみるわ。マット・ハーディー。マット。似てるのかな？なんかみんな似てる似てるっていうの意外と似てなかったりするかな。あー、ちょっと似てるね。顔面寄ってる感じ。親父がこの系統の顔だね。目が寄ってる感じね、あ、似てるかもね。ちょっとわかるわ、マット・ハーディーは。顔が中心に寄ってる系男子ね。特徴的な顔だよね。渋く、おっさんになると渋くていい感じになるんだけど、若い時イケメンには絶対ならない顔だよね。顔のパーツが真ん中に寄ってるんだ。アルフって何？アルフ？アルフって何？アルフ。アルフって何？初めて聞いたんだけど。アルフ？お前ふざけんなよ、ほんと。なんだっけ？これ何のキャラクターだっけ？アルフって、うん。悪口ってプラスに考えたら逆に自分のためになるよね、ある意味。捉え方だよね。事実は変えることはできないんだけど、すべてのことは解釈なんだよ。事実、例えばリンゴがある事実っていうのは変えられないけど、リンゴ美味しいと思うか、まずいと思うかって解釈でしょ。で、解釈は変えられるんだよ。だからその、現実とか事実みたいなものは変えらんないけどさ、それをどう受け取るかみたいな心っていうのは磨くことができると思うよ。アルフかわいいね。かっこいいと思います。ありがとうございます。山田孝之にさっき似てるって言われたのに、アルフに似てるとかさ、全然系統違えだろ。久々、あと動画作りたいなっていうのがあるんだよね。捨て頃終わったら動画一本作ろう。
ヒゲが似てるってなんだよ。山田孝之の演技は好きだね。山田孝之ファンだから俺、普通に。全然顔、系統違うと思ってるね。単純にヒゲが濃いだけでしょっていう。丸眼鏡と。山田孝之の渋い演技が好きなんだよね。なんかさ、ぼーっと突っ立つような演技あるじゃん。山田孝之が得意な。動画あげんの？何の動画？なんか書いてみた。書いてみた系？お、ゆきちいらっしゃい。牛島くんを見たことないからな、わかんないんだよね。牛島くんを、俺牛島くん苦手なんだよ。人が不幸になる話とかアウトロー系の話って苦手で。あー、ルアーか。てか、あれだな、釣り配信やりてえな。正義の味方とこうやってファーってね。釣り配信やりたいな。セッティングしてよ。ちょっと。正義の味方釣りやりたいよ、俺。まったり。ねえ、ようちゃんいいよね。釣りのルアーいっぱい作ってるの。お、趣味が釣りで、正義の味方は。釣りいいよね。なんか男のロマンだよね。なんで釣りやる人って女の人少ないんだろう。男の人ばっかりなイメージがある。丸眼鏡のでっかいやつじゃないの。もっと、なんかこう、縁のこうでかいタイプのやつじゃない。もうちょっと鼻にかけてる感じ。こういう感じ。じゃあいけ。山田孝之の、そのキャラクター、牛島くんって。ちょっとこういう感じか。ちょっと顎をずっと出して、こういう感じの演技だよね。生きるとは、死ぬまでの暇つぶし。あ、そっか、狩猟本能がないからか。ほんと的確だわ。そりゃ納得だね。グーの音も出ないぐらいの正論だわ。そうだね。男だもんね、狩猟本能は。確かに。なるほど。あと、釈迦が心配なんだよね。この部屋何かが足りないと思ったんで、もうずーっと釈迦がいないんだよ。だから、匠さんのところに行って釈迦に会いに行きたいんだよね。匠さんの家にリアトしようかな、今日。まあね、男はね、狩りをしないといけない。ルアーで鈴木釣ろうとしたら、ハゼが釣れた。いらねえ。ハゼってうまいんじゃないの？ハゼ食えるっしょ。いらねえんだ。今、ももくんの枠で、ふわっちの推定やってるけど、和道さん先月16万と出た。間違ってないですか？間違いですね。はい。間違いです。現金でいくら受け取ったかでしょう。16万でしょう。間違いです。間違いでございます。思いっきり全然違う。だからね、多分ね、自分の、ももくんの自分のポイントの課金率と計算してるんだよ。違います。ももくんはまだ稼いでないんだろうね、多分。いくらですか？現金に変換できる部分のみで。俺らってさ、その現金に変換できる部分を全部が全部変えてるわけじゃないの。現金にできる部分から延長チケットに変えてるから、現金に変換できる部分だけを言えばいいの。いくらか、ゆかりん。逆にルアーでハゼの方が難しい よく釣ったな 人生は待つことだと最近思う。どうにもならないことはある。諦める。諦めるっていうか、まあ、
なんつうんだろう、流れみたいなものはあるよね。運とタイミングとかみたいなのあるよね。ハゼクラ。一応トータル、じゃあ先月の俺の給料いくらだと思います？みんな。予想書いて。16万っていう意見があったんだけど、それは外れ。みんなの予想、先月の俺の現金化できる部分、トータルいくら稼いだか。ちょっと、じゃあみんな予想書いてください。和道の収入。ふわっちだけのね。ふわっちだけの収入。11万。いくらでしょう？ 22 万。いい線いく人いるかな？ぴったしカンカンいるかな？ 25 万。20万。25万。30万。他にいますか？ 30 万。僕はですね、先月は、まあ、プロフィール欄に書いてあるんだけど、21万1040円です。21万円です。だから16万っていう読みは違いますね。21万です。先月。ありがとうございます、皆さん。ありがとう。21万円です。で、そっから、3万円分ぐらいを、ふわっちの、延長料金に切り替えたので、18万ぐらいか、実際。実際18万円ぐらいを手元に入れて、3万円を延長チケットに使ってます。今月分のね。全然ゆかりんありがとう。書いてあるでしょ。答え書いてあるんだよ。俺公開してるから、隠してないよ。会社員ぐらいはもらってんのかな？ わかんないけど。ただまあ、それだけじゃなくて、YouTube の広告料とか、グッズの売り上げとかあるんで、それプラスアルファだと思ってください。YouTube の広告料と、グッズの売り上げ、T シャツとか、あとステッカーの販売もあったね。だから、それプラスアルファちょっとあるって感じです。メインの収入、一番太いのはふわっちの収入です。渋い月って、渋い月って割には入ったね。いや、出費がとんでもないよ。出費が30万以上飛んでるよ。その代わり。だから、コツコツ貯めてた旅の部分のお金っていうのがすっ飛んだりとかしてるのよ。だから移動費だけで、まあ冷静に考えたら電車でいくらぐらいとかバスとか交通費とか全部計算してみてよ。で、漫画喫茶2000円とか3000円だとしても、20日間で何万飛ぶでしょ？ 2000円で4、5万飛ぶでしょ？で、ホテル泊まったらその分飛ぶ。で、心霊配信やってくれっつって、懐中電灯2つ買って1万飛ぶとかさ。で、食い物が飛ぶとか。生活保護もらってないよ、俺。旅はめちゃめちゃお金飛んでる。だから、渋いって言ったのは割に合ってないってことね。ただ、収入的には割には合わなかったんだけど、フォロワーさんが400人増えたのよ。20日間で。俺的には収穫はすごいあったなと思って。あと、新しい人とも出会えたし、あと、リスナーさんに会えたからね、50人近く会えてるから、リア突で50人って結構嬉しいよ、やっぱり。今、52名か。52名ですね。これはありがたいと思います。旅とか格闘技とかいろいろ手出して大丈夫か？いろいろ手出さなくなったら俺は終わりだと思ってる。逆に。例えば、便所太郎さんはもう、空っていう企画をやってたりとか、普通のプロで配信やってる人って1ヶ月に2、3個イベントを入れてるんだよ。だから少なすぎると思ってるね。ただ、捨て頃はもちろん、ビッグイベントだから、捨て頃に一番調整は時間かけてるけど、もっともっとタイトにスケジュール組んでいかないとダメだと思ってる。もう週、なんつうの。この日はこれ、この日はこれってみんなやってるじゃん。例えば、町会議のゲストで呼ばれてる人とかもいるし、みんなすごいタイトに動いてるから、むしろスケジュールガラガラだと思うよ。俺は。公式とかとつながりないから。だからまだまだ中堅の域から出てないよね。早く大手になりたいよ。
大手になったらしたいこと別3。違うよ。大手になったらしたいことじゃなくて、大手になりたいんだよ。そこは根本的に違うんだよ。プロ野球選手になったらやりたいことありますかじゃなくて、プロ野球選手になりたいじゃん。だ多分、捉え方が違うんだと思う。大手になったら、俺完璧な自分が手に入るんだよ。うん。そう。ただそれだけだと思ってる。俺4年目かな、配信は。あと2ヶ月で配信4年目。4年目じゃない、5年目に入る。今4年目。大輔さんおはようございます。大手になること自体がやりたいことだから、大手になりたいし、大手でありたいんだよね。大手になったらね、キープしていきたい。だからまた新しいゴールを決めるんじゃん。大手になったら。目標達成できたら。あ、こんなもんなんだって言うかもしんないし、あ、感動して泣くかもしんないし。昨日2万5千円勝ちかな？2万5千円勝ち。買ったお金で携帯電話直したよ。パコ三昧して。しげさんおはようございます。楽しんでいってください。ワドです。10年近く配信アプリしてて思うけど、みんなそんな感じからだよ。あーだろうね。一番配信者として油乗ってる時期に入ったなと思うよ。自分としては、まあ、なんだかんだ2年目ぐらいが一番頑張ってたね。がっついてたっていうか、まっすぐ走っててボロボロになって走ってた感じがする。今ちょっとこなれてきたよね。フルパワーで全力で走るんじゃなくて、どれくらいのスピード、どれくらいの力で走れば、安定感が増した感じだよね。丸くなったとも言えるかもしれないけど。お、マスクさんどうもです。挨拶ありがとう。どれだけ大手で売名できるかでも違う。まあ、そうだよね。大手の人に可愛がられてなんぼだと思うよ、配信の世界は。本当に。やれませんでした。いや、俺、ドレさん、なんだろうね。ドレさん、絶対女いると思うんだよ。俺はドレさんは配信よりも女を選ぶと思ってる、ね。女にだらしない人で、だらしないとは違うんだけど、だから、ルパン三世みたいな感じでいてほしいよね。ちょっと。女で出れる人でいてほしい。先輩に可愛がられるのは才能でしょ。先輩には可愛がられてなんぼだと思うよ。俺はね、どちらかっていうとそういうのが器用なタイプじゃないから。ねえ、あれだけど。でも、だいぶ良くしてもらったけどね。だいぶ良くしてもらった。
何々ファミリーとかには所属したことないかな、一回も配信で。よっさんファミリーとか、キンバイファミリーとか、暗黒ファミリーとか、いろいろあるけど、派閥みたいなものが苦手だから俺配信始めたんだよ。そういうのは所属したこと一回もないね。飛び散る火の粉払っただけだ。河本ひろと。まあ、ピンがやりやすいかな。ピンが。ピンでコラボしていくスタイルが一番いいと思う。ダメだから分かってもらえたのかな。今の子たちは先輩はめんどくさいってなってるみたい。いや、俺先輩とか上下関係っていうのはすごく大事だと思うよ。本当に。めちゃめちゃ大事だと思う。なんつうんだろう。やっぱり、実績残してる人とか、キャリアのある人にリスペクトできないとダメだと思うよ。なんだろうね。すごい人っていっぱいいるから、自分がすごいと思ってる時点で大したことないんだって。たかが知れてんだよ。強いやつと戦ってない証拠なんだよ。世の中にはすごい人だらけだから。だって今日さ、ペイっていうこと飲んでたんだよ。ペイとワン太郎と飲んでたんだけど、ドレさんの話したの。ペイ格闘技大好きだって言ってて、で、ヒクソングレイシーとフナキーの試合の、ヒクソングレイシーの、なんつうの、マッチメイクっていうか、試合の条件とか通訳とか全部ドレさんがやってたんだよって言ったら、震えてたよ。マジっすかーって言ってて。俺はだから見えないところでドレさんをティーアップしといた。そういうのティーアップって言うんだけど、自分で言うとダサいじゃん。だから周りの人が、この人すごい人なんだよってちゃんと伝えるっていうことをティーアップっていう。女でデレデレしてるスケベなおじさんじゃねえんだぞっていうことをちゃんと伝えておいた。スバニャンに振られたおじさんじゃねえからなって。ただの筋肉すごいおじさんじゃねえからなって。ドレさんいなかったら船木とヒクソンの試合は実現してない。大切だよ。自分の知らない世界で大活躍してる人なんだから。何やろうかな、今日。ちょっと換気するか、天気。ああ、天気いいわ。ああ、釈迦がいないんだ。釈迦の方見ても釈迦がいないんだ。マジで。ぜひぜひ。でも多分活魚が一番怖いと思うんですよね。多分俺の予想。活魚は。俺実は成田市生まれだから、成田の千葉県の心霊スポットをほとんど行き尽くしてるんですよね、配信外で。活魚だろうな。でもまだ配信に移してないところはどんどん積極的に移していくのはいいっすよね。喜んでもらえるんで。閲覧500、ねえ、同時閲覧500とか言ったからね。面白かったよね。首狩り神社。おー、行ったことない。あ、行ってみたいっす、行ってみたいっす。首狩り神社。ドレさんはね、かっこいいんだよ。俺、自慢しない人って本当に強い人だと思ってて。要はね、よくマッチョの人でクレーマーは存在しないとか、
体鍛えてる人は心が強いっていうのは何でかっていうと、例えばそのボディービルダーとか格闘家の人って成果が出ない、筋肉の量が増えなかった時に、要は問題が起こった時に自分のトレーニングが足りないんだって考える人なんだよ、成果が出る人って。だから体鍛えるのに成功してる人っていうのはそのクレームを言うタイプじゃない、要は何かそのプライベートで問題が起こった時に自分のせいにできる人なんだよ。だけどその筋トレができない、トレーニングができないとか練習ができないっていうのはさ、何か問題が起こった時人のせいにするんだよ。なんかトレーニング行ったジムが悪いとか、飲んでるサプリが悪いとか、そうで、その自慢しないのもそういうところに繋がってると思うよ俺は。めっちゃ怖いんだ、うん、俺はそういうの全部繋がってると思う。その人のせいにしないこととか、なんだろう、なんだろうな、ちょっと表現するのが難しいんだけど、自慢するのって過去に縛られてるんだよ多分。だけどドレさんが見てる方は未来なんでしょ。だからドレさんの配信で見てて、あ、面白いなと思った。俺が見始めた頃に言ってたのが、俺はもう一回人生花咲かせたいって言ってて、で多分残ってる人生の中で最後のチャンスがその配信なんだって言ってて、だから配信にかけてるって言ってた時に、あ、追っかけたいなと思って。閲覧30ぐらいだったよね、今の10分の1ぐらいだったけど、あ、この人なんかどうなるんだろうっていうのを見届けたくなったっていうか、うん、ねえ、どういう風になるんだろうって。ちょっとねえ、リスナーあんまりやらないけど一リスナーとして楽しみにしてるよね。そこは首狩り神社っていう名前がもうすでに怖いよ。首を狩るってどういうことだよ。首を狩る、うん、どんな名前だよ本当。なんだろうな、色がおかしいな、コントラストが強いのかな。あ、コントラストが強かったんだ。これくらいか。こんなもんか。自己実現できてれば他者評価なんていらないから、必要でも二の次三の次。あ、もう本当そうだと思うよ。なんかね、他者評価を気にしてる人多すぎるよ。本当に。本当はね、自己評価なんだよ。自己実現の欲求をちゃんと達成できてれば、そうなんだよね。それ本当思う。自分が目指したところにどれだけ進めてるかだよね。インターネット起死回生いいと思います。メリット、デメリットどうですか？あー、まあ、ネットのメリット。いや、俺よく言うんだけど、なんかインターネットは、なんか、別の世界だと思ってる人いっぱいいるんだよ。なんかネットには本当の自分がいるとか、非現実だと思ってるやついっぱいいるけど、死ぬ時にいつか気づくと思うよ。あ、これって現実だったんだって。あ、ネットの中で強がってるとか、ネットの中で、俺はこういう自分であれるなんて、そんなんないよ。それ現実逃避してるだけなんだよ。俺から言わせると。俺だってインターネット、俺にとってリアルだし、ただのツールでしかないから。だから、和道っていうキャラクターを演じてるんじゃなくて、和道っていう人間がただ発言をして、インターネットっていうメディアを使って、情報を拡散させてるだけなのよ。俺はリアルにこの部屋にいて、こっから情報発信をしてるわけじゃん。で、150人近くの、それぞれに、みんな実在するのは俺は知ってるし、虚像じゃなくて、普通に、なんつうの？例えばさ、なんだろう。電話で人生変わるとかありえないじゃん。それはさ、電話が初めて開発された頃っていうのは、すごいすごいって言って、電話で人生変わったって言うかもしんないけど、ねえ、そうじゃないでしょ？ただのツールでしょ？ネットもツールだから、うん、俺は、なんだろう。
その人が何を発信するかだと思うよ。どういう人なのかっていうか。だから今日ね、このインチキ大王さんが、と、配信論みたいなこと話してるときに、すっげえ共感できたのは、配信ってアートなんだって、配信って表現なんだよっていうことを言ってて、そう、もう、全く昔から同じこと思ってたから、すげえ共感できた。配信そのものはアートだし、表現の一つなんだよ。ダンスとか、歌とかと何ら変わらなくて。で、なんだろう、生き様をそのまま画面に映してるだけじゃん？うん。まあ、大げさかもしれないけど、うん、俺はそういうもんだと思ってるよ。配信そのものが。そういう風に捉えてるしね。あと、その、自分がまだまだだなって思うのが、もう極端な話、語る必要すらないんだよ。究極まで行くと。で、語りが多すぎるなと思うね。もう見せることがダイレクトにできるわけだから、本当にすごい表現ってさ、言葉じゃないじゃん。うん、だから、そういう部分をもっと増やしていきたいなと思ってる。インスタレーション系なのかな？インスタレーションってどういうことだろう？ちょっとググるわ。インスタレーション。現代美術に表現。ああ、そこまで、インスタレーションではないかな。もっと泥臭いもんだと思ってて、なんだろうな、そういうなんか空間表現みたいな芸術とかそういうことじゃなくて、なんだろう、もっとやぼったくて、もっとやぼったいんだけど、なんだろうな。新しいんだよ、本当に。配信っていう概念自体が。で、配信者なら絶対わかると思うんだけど、配信の面白いところってやっぱ生なんだよ。そう、ライブなんだよ。よくさ、俺がいつも言ってるのは、芸人さんがさ、今日の客のノリどうとか言うじゃん。今日の客温まったとか。あれと同じで、普通に動画とかだと毎回同じパフォーマンスが毎回同じ鮮度で見れるわけじゃん。だけど、配信って今日誰がいるかによって、同じこと話してても深さとか重みであったりとか、会話の内容そのものすらも変わるんだよ。いくらこっちがネタを用意してても、その今日来てるお客さんにハマるかどうかみたいな、リスナーさんにハマるかどうかで話し方が変わるじゃん。だから音楽とかでもさ、そうだと思うの。客席がガラガラだと歌いづらいとか、埋まってるとやりやすいとか。だからやっぱりそのライブなんだなっていうのはすごく大事にしてるね。そう、生感で、その一体感みたいなのが生まれた時の感じってあるんだよ。本当に今日の客とハマったし、心通ったわ、みたいな。で、ハマらないとやっぱ寝つきが悪いんだよね。有名になったその先には何が待っているんですか？お金儲けにつながっていくんですか？綺麗事を言うわけじゃないけど、お金を得るためにこれを選んだかって言ったら効率が悪すぎる。金儲けするんだったら、バイトした方がいい。俺は、その、4年間かけて、やっとその18万とか20万とかもらえるようになったわけじゃん。だけど食えない時期を考えたら、普通に4年間バイトしてた方が金になったんだよ。配信にかけてる時間を。だから、その金目的じゃないって言ったら嘘になるけど、お金はたくさん稼ぎたいけど、その4年間かけて金銭的に割に合ってるかって言ったら合ってないよ。だから、その金じゃないんだよ。そうじゃなくて、俺が価値を置いてるのは、その好きなことで稼げてるっていう、ここに価値を見出してて、その、超やりたくない仕事ってあるじゃん。絶対にこんなのやりたくないよっていうので、100万円稼ぐよりも、やりたいことで15万稼いでるやつの方が人生の価値が高いと思ってんの、俺は。だから、やりたいことを仕事にさせてもらってるっていうのは、本当に恵まれた人生だなと思って、リスナーさんに感謝しますね。それを、
叶えてくれてるっていうか、俺の、支えてるのは本当に見てくれる人とか応援してくれる人がいないと成り立たないから。だから本当に恵まれた人生だなと思ってるよ。だから、もう恩を返すとしたらもっともっと有名になるしかないし、もっと知名度を上げていくこととか、もっと面白い配信をやることだよね。一番は。J1 じゃなくても J2 でも J3 でもサッカー選手になりたいのと一緒。そうだよ。だから、プロで稼いでるんだったら J3 でも契約金もらってて稼いでるんだったら稼い、それこそ俺なんか今、J2、J3 の人間だと思うの、サッカーで例えるなら。J1 の、第一線のレギュラー選手ではないんだよ。まあ、J1 の補欠とか J2 のレギュラーぐらいにはなってると思うんだけど。配信会で言うならね。だからトップ50人にかすってるかどうかとか、そのレベルだと思うよ。トップ30には入ってないよ。絶対。ただトップ50にワドの名前出るか出ないかっていうのが、多分、いいラインだと思うんだよ。本当に。だから、そこを変えたいんだよね。俺は、第一線で活躍したいっていう。配信の中心の渦の中にいたいから。だから、もう、ここ3年ぐらいの俺の課題じゃん。もう、売名期は終わったから。あとは実績を作っていく段階だと思うけど。これからだよ。金儲けね。どうなんだろうな。何が待ってるかじゃなくて、何が待ってるか分かんないから見てみたいっていうのはあるよ、正直。想像ができるものだったら別にいらないじゃん。そうじゃなくて、やっぱり先輩たちが見てる目線ってどこにあるんだろうみたいなさ。どういう世界見てんだろうっていう。な、俺、横山みどりさんのコメント欄見た時に爆笑したんだよ。ずーっと文字がこうやって流れてんの。ブワー、ブワーって。拾えるわけないじゃん。大手配信者ってこっちか。ブワー、ブワーってこうやって文字がずっと流れてるから。なんか今はそう、一人一人とこうやって対話をしていく感じでやっていくけど、みどりさんは全体の雰囲気を見ながらボケをかましていかないといけないんだよ。そう。だから大変だなとか思ったよ。仕事は合わないでやめてく人と我慢して頑張る人いますよね。配信もできる人できない人、それもあるんですか？配信はね、ある。あるけど、俺はなんかよくわかんねえなって思うのが、配信をやってて、閲覧はいらないっていうことを自己主張する人がいんの。本当に閲覧いらなくてまったりやってる人はいいんだよ。それはそれで。趣味でやってるとか、それはいいんだけど、聞いてもないし、別に こっちからどうなのって聞いてもいないのに、わざわざ放送のタイトルに、配信は閲覧じゃないとか書いてるのって、閲覧に縛られてるからそういう発想が出るわけじゃん。普通に、俺は有名になりたいって言えばいいのにっていうか、それって本音なのってカッコつけてるだけじゃないって思う。俺はだけど、もっと有名になりたいし、もっと多くの人に見てもらいたいし、有名になることは別に悪いことじゃないと思ってるから。だから、誰も聞いてないのにわざわざ配信は閲覧じゃないって言うんだったら、配信向いてないだろうねって思う。まあ、この人は集まんないだろうなっていう。でも別に趣味でやってる人にそこまで強要することは一切なくて、別にお金稼ぐためにやってるんじゃなくて暇つぶしでやってんだよねとか、過疎でも触れ合うのが楽しいって普通にやってる分には思わない、なんとも思わないんだけど、過疎で、自分が過疎だからって、配信は閲覧じゃねえよって自己主張してる人が見ると、滑稽だなって思うね。お前が主張するところはそこじゃなくて、面白くなって、リスナーさんを楽しませるのが配信者の役割なんだから、なんか勘違いしてるかなって思う、それは。正直。こんな感じかな。
まあだから人が集まんないんだろうなっていう。ベクトルが自分に向いてるんだよね。この配信者向いてる人ってベクトルがリスナーさんの方に向いてんのよ。どうやったらリスナーさん楽しませるか、どうやったら喜んでもらえるかって、もうリスナーさんのことを中心に考えてる人が多いよ、やっぱり。で、うまくいかない人ってやっぱ自分が自分がっていう、俺はこうしたいみたいなのが多いと思うんだよ。俺はこういう人間だみたいな。ベクトルが自分に向いたら終わりだろうね。なんか、もてなす、ホストとかキャバ嬢とかに結構属性が近いと思ってて。芸人さんよりもホストとかに近いだろうね。アドさん友達多そうですね。いないかな。友達全然いないかな。いないっすね。昔から友達作るのに、やだろ、俺みてえな、ずっと喋ってるやつが部屋の中にいてみろよ。これ配信で見てるからさ、距離感が絶妙だけどさ、もうのんちゃんとか大変だと思うよ。ずーっと喋ってるんだよ。配信つけてない時も。嫌じゃない？俺が部屋にいたら。迷惑だと思うよ。自分の部屋に俺が一人いるって考えてみなよ。友達になれないでしょ。きついぜ。俺が嫌だもん。俺がいたら。俺が部屋にいたら引っ叩くもん、本当に。帰れって。嫌でしょ。それさ、配信だったらさ、もうめんどくせえと思ったら切ればいいんだもん、これでプチって。あ、もういいわ、今日は、って。だけど、もう喋り続けるからね。パソコンに向かって。あ、俺はね、さんまさんとは噛み合わないと思う。俺はさんまさんみたいな、もし俺が芸能人である程度の地位築いて、さんまさんと番組って言ったら俺、絶対断る。絶対噛み合わない。で、さんまさん俺のこと大嫌いになると思う。俺は島田紳助と喋りたいの。島田紳助と俺はめちゃめちゃ多分楽しくトークできる。夢物語の話だからね。真に受けないでね。俺は紳助が好きなの。タイプ的には。出てけってなるでしょ。そうそうそう。だから、あくまでその配信をつけるつけないの主導権はリスナーさんにあった方がいいんだよ。俺みたいなタイプは。配信者は多分部屋の中にいるとくどいよ。そう、さんまさんの場合、聞き手に回らないといけないから。だからほら、ダウンタウンの浜田とさんまさんって相性悪いのよ。もう絶対逆らえないじゃん、浜田からすると。だから、浜田は大体暴走キャラに変わるんだよね、さんまさんと絡むときって。若手芸人殴ったりとか。なんか何かを壊したりとか、なんか、壊れキャラに変わるんだよね、浜田って。さんまさんとはやりづらいと思うよ。さんまさんすごいタイプ選ぶと思う。その相性みたいなのってあるんだよ。同じ喋りが上手くても、これは噛み合う、噛み合わないみたいな。噛み合う人が一番いいよ。噛み合うと見てる方が面白いから。だから、俺、深夜番組で好きだったのは、松新っていう番組がもう最高に面白くて。松本人志好きだし、島田紳助大好きだし、超面白かったもん。あと、その、まっちゃんの意外な面が見れるっていうか、先輩との絡みってあんま見れなかったから。あ、だから今、偶然話したけど、松本人志だよね。そう、もう大好きだったから、松本人志ってもうスターだった。スターでカリスマだったから、一人で独走してて、後輩引き連れてどんどん育ててったの。島田紳助との絡みでやりづらそうなまっちゃんとか、その聞き手に回ったりとかするまっちゃんっていうのはすごい面白かった。
トンネルズと、トンネルズは難しいんだよな。トンネルズは難しいよ。噛み合わないだろうね。だから、ほら、たけし軍団もダウンタウンと絡まなかったりするじゃん。例えばさ、ナインティナインとさ、ダウンタウンコラボさせても絶対噛み合わないの分かってるじゃん。そういうのに近いでしょ。だってさ、ナインティナイン面白いじゃん。めちゃイケ的な。若い子、キッズたちに喜ばれるみたいな。で、ダウンタウン面白いじゃん。で、普通だったらこの二つが混ざったら超面白くなるはずなのに、絶対二つとも半減するんだよ。そういうのってあるんだよ。ヒロさんおはようございます。そう。それだったら噛み合う方がいいよね。だから東野幸治とか、やっぱり今田とか松本と絡むとやっぱ面白いもんね。そうそうそう。反発とは違うんだけどね。タイプが違うんだよね。そうそうそう。だから、さんまさん浜田のパターンは似てるからやりづらいっていうのと、ダウンタウンとナインティナインだったら、離れすぎててやりづらいみたいな。なんかいろいろあるんだよね。例えば、今考えると俺間違ってたなって思うのが暗黒系。要は、みどりさんは俺のこと可愛がりたくないとか嫌いとか云々の前に、まず暗黒放送で俺が面白くなるとか、暗黒放送が盛り上がる要素が一つもないのに、みどりさんのところに売名行ってたから、だからみどりさんには申し訳ないことしたなと思うよね。みどりさんが俺のこといじってどう料理しても面白くなるはずがないんだもん。どう考えても。今考えるとね、あの頃は必死だったから、もう本当に、ね、何でもやらせてもらおうっていう感じでガツガツ言ってたけど、今考えるとみどりさんからするとやりづらって思ってたよ、多分。まっちゃん好きだから岡村見ても面白さわからない。まあ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 、それはね、合わないってあると思うから、あれだけど。岡村隆史普通に面白いと思うよ。だから落ち着くところに落ち着いた感じがするけどな、今自分のポジションみたいなのって。闇将軍と和道さん意外に合いそうと思うよ。和道さんストレスすごそうだ。いや、俺結構闇将軍は相性いいと思ってるよ。正直言うと。やりやすいタイプだね。実は、俺ツッコミタイプなのよ。実はっていうか、まあ、どっからどう見てもボケタイプじゃないでしょ。だから、ボケ役の人がいると、すっごいやりやすい。ロハコさんのコラボとか、すっごいやりやすいし、闇将軍もやりやすいし、だから本当にがっつり絡みたいな、小島グランプリさんとかも絡んでみたいし、だから圧倒的なボケキャラがいると、すごいやりやすいっていうのはある。バンバン間違い指摘していけばいいから。洋平くんはね、洋平くん。タイプ的に言うと、川崎洋平という人間すっごい好きなんだけど、噛み合うか噛み合わないかで言ったら噛み合わないと思うよ。っていうのもね、スタイルが似てるんだよ、実は。洋平くんも俺も全く一緒のスタイルで、弱点も武器も一緒だから、要は何にもならないって感じ。要は、10と10、和道10、川崎洋平10だとしても足して20になっちゃう。いや、相乗効果が一つもないっていうパターンだと思う。川崎洋平くんは。でも人間としてはすごい好きなの。でも諸君、なんか別に仲悪くないよ、俺は。本来のび太とワド。のび太は絶対噛み合うよ、俺とのび太は。絶対噛み合うけど、のび太のプライドが許さないんだよ、それは。要は後輩だから。要はね、年齢じゃないのよ。俺の方が先にやってる、俺の方が先にコンビライブこっちっていうプライドがあるから。本来だったらのび太と俺は絶対噛み合ってるよ。だからもう彼がそこを折れる、折れない、もうライバル視してるから。だけどもう本来さ、ライバルじゃないじゃん。もう差が開きまくっていく一方じゃん。だから俺別にのび太がコラボしたいって言うんだったら全然するよ。
傭兵配信しばらく見てない。また受験、どうなんだろうね。ニコ生自体見てないから、最近噂聞かないけど、傭兵くん何やってんだろうね。傭兵くん配信しなくなっちゃったの？マジで言ってんの？なんかあったのかな？それはお気の毒ですよ。鶴ちゃんって誰？鶴の神？鶴の神？鶴ちゃんって誰だろう？鶴の神のこと？誰だ鶴ちゃんって。闇将軍はなんかちょっと復活して結婚するとかなんかツイートして、みんなどうでもいいと思ってる。どうでもいい。誰も祝ってくれない状況だよ。どうなんだろうね。俺、これを見たことないから、わかんないけど。多分でも、俺はコラボするときに扱いづらいキャラだと思うよ。お、違うんだよ。俺、のんちゃんと出会ったの、実は鶴の神がきっかけなんだよ。鶴の神と俺、仲いいんだよ。昔からお互い、過疎同士の頃から行き来してて。だから、あれだよ、鶴の神とかのコメント打っても、ちょっとうざコメント打っても、全然鶴の神怒んないよ。またかわどみたいな。結構そのコメント同士お互いやってるから。全然俺嫌いじゃないし。怒らせたら怖いっていうのは昔から分かってたから、鶴の神は。鶴の神はそう、奥さんディスるとめちゃめちゃ怒るんだよ。鶴の神全然別に会ったことないけど、闇将軍トングの人という、過去の人。まあ、そうっすよね、猫助さん。猫助さんで合ってるよね。猫助さんいらっしゃい。完全に過去の人だよ。腹減ったな。どうしようかな、何食おう。あと残り大会まで39日だから、絞るんだよ。糖質制限やる。グレープフルーツとオレンジジュースは飲むけど、それ以外、もう完全に、お！バーガーありがとう、モカモカさん。アイテムありがとうございます。助かります。牛丼のあれにしようか。豆腐に牛皿乗っけて食うか。まあ、そんなのみんなそれが正解だって分かってるよ。なあ、ハートが弱かったんでしょ。なあ、変なプライドあるやつはダメだよ。それはコッペンも一緒。変なプライド持ってるやつは伸びない。ネタが古いって。トイレ踏み外さないって何？何を踏み外すの？なんかアラームが勝手に起動したな。なんかスマホが綺麗なのにすごい違和感あるんだけど。本来スマホってこういう状態がスマートフォンだもんね。早く直せばよかった。そうだよな、スマホ直すの1万円とかにさ、金がない、金がない、金がないっつってさ、1万円もさ、2年間出し渋ってたのにさ、今じゃねえ、5万円のバッテリー買うのに悩めるようになったんだから嬉しいよ。質も抜くと、いや、支出は抜かないっすね。
なんだ、贅肉を抜いて、動ける体、体重軽くするだけなんで、ライズアップと同じやり方っすね。脂質は太らないんで、油抜いても太らないっす。油抜いたら痩せるは間違いですよ、あれ。脂質は全然太らない。ただ、ビタミン取らないと、ちょっと、ダイエット目的じゃないんで、なんだろう、今回のは、減量は。なんだろう、糖分はちょっと取るけどね。脂質大事っすね。てか、脂質取らないとなんか変な体になるよ、やっぱ。肌質がカサカサになるっていうか。まあ、あと30日頑張ります。トレーニング配信ちょっと多めになるんで、明日から。今日はやんないけど、明日バッテリーが届いてから、もうバッテリーで思いっきり4時間ぐらいトレーニングやろうと思ってる。そうっすね。結果は神様が決めることだけど、頑張ります。リキさん、風船ありがとう。多糖類は取らない方がいいけど、単糖類は取らないと。単糖類って何なんだろう。多糖類っていうのはちょっとその辺が分かんないな。単糖類。単糖類と多糖類。単糖類。それ以上水分解されない糖類。単糖類。簡単に言うと何だろう。糖質には種類、多糖類。単糖類、ブドウ糖、グリコース。わかんねえな。どうすればいいんだろう、単糖類。単糖類取らないといけない。何を取ればいいんだ、具体的に言うと。単糖類。全然わかんないな。化学式とか出てきちゃった。ケトース。脂肪が分解されたやつがケトースでしょ？わかんねえな、全然。具体的には何を食えばいいの？ もうなんか化学記号出てきた。全然さっぱりだわ、これ。単糖類と二糖類。何を取ればいいんだ。全然わかんねえわ。これはあれだよ。高校と大学出てる人しかわかんないよ。簡単、た、わかんない。ブドウ糖。肝心の頭が当たらない。砂糖とか。砂糖を取るってこと？砂糖は取っていいの？ん？炭水化物。なるほど。多くの糖と食物繊維が連結したものを多糖類って言うんだ。単糖類。果物とか蜂蜜は取っていいんだね。なるほど。じゃあ、オレンジジュースは飲むわっていうのは正解の判断なのか。米とかパンとか麺とか食わないけど、砂糖系とか食わないけど、そのオレンジジュースからのみ糖分を摂取するっていうのは OK なんだね、これ。いい判断なんだ。なるほど。おはよう、ともちゃん。合ってるね、じゃあ。
オレンジジュースも濃縮還元じゃなくてストレート。あのね、無理よ、ストレートジュース高いもん。無理よ、濃縮還元じゃないと厳しいよ。本当はね、あのグレープフルーツとか丸かじるのがいいらしいんだけど、無理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 。本当はね、まあさすがにそこまでね、セレブじゃないからそうか、ハリウッドセレブみたいなことはできないから、できる限りでやるよ、うん、できる限りで。あと1ヶ月後だもんな、1ヶ月後には俺大会だもんな、超緊張するだろうな。生まれて初めての経験だからさ、なんかある？みんな300人ぐらいの前で何かやること。ね、自分のリスナーさんも15人20人ぐらい来るし、結構緊張しますよ。どう考えても勝てそうにない？俺が？俺が？俺結構強くなったよ、正義の味方。多分そのあのスパーリ、正義の味方とスパーリングやった時のイメージでしょ。多分変わったよ、最近見てないから分かんないんだと思うけど、もしよかったらスパーリング動画出すよ。みーさんおはよう。壇上で賞状もらったぐらい卒業式とか、うん、多分ね、正義の味方、多分その正義の味方とやった時のイメージだと思うの。多分ね、ちょっと変わったって言ってくれると思うよ、新しいやつ見てたら。変わったよ、若干。見るかい？私は格闘技じゃないけど、何百人に囲まれて競技大会。ああ、まあ、まあ近いですよね、感覚。ほうほうほう。そういう感覚ですよね。そういう経験がほぼないから。ガチの格闘家は直前だと肉とかの生活になるのかな？いや、わかんない、全然。いや、なんか、あの、まあ、最近のやつ、見たい人がいたら動画流しますけど、今。和道さんがリングに上がっただけで感動して泣きそう。なんで？なんで？まあ、サッカーやってるやつ強いよ。わかるよ。わかるわかる。別に舐めてはないよ。でも、あれだぜ。俺も、なんつうの、指くわえて見てたわけじゃないぜ。全然。なんかね、サッカーでスカウトが来るぐらいの実力持ってるわけだからね、まあ、運動神経はもう抜群にいいわ、いいんだよ、間違いなく。そこではもう勝てないから。ああ、緊張しないんだ。だって300人がバッて自分の方全員が見るんだよ。あ、努力してたから。まあ、残り1ヶ月間もう死に物ぐらいでやります。テレジャンミンだよ。どうなんだろうね。俺は勝つ気満々だけど。勝つ気満々だね。まあ、どうだろうな。やってみないと分かんないかんな。本当に。でも、
間違いなく言えるのは、ヒカルくんより弱いし、タイガーより弱いし、辰彦さんより弱いし、ドレさんより弱いと思うんだよね。絶対に。てるちゃんびんがドレさんをボコボコにしたりとか、正義の味方をボコボコにする絵が浮かばない。ああ、どうなんだろうね。だから、それは蓋開けてみないとわかんないよね。経験したことがないから。ガッチガチだったら笑うでしょ。ロボットみたいに歩いてこうやって。喋れなくなる。あってなって。爆笑だよね。川崎洋平がそのタイプなんだよ。本番に弱い。上がり症っていうか、変なテンションになる。大丈夫だと思うけどな。まあ、スペックで言ったらもう完全に負けてるから、努力でしか補えなかったかもね。150人と雑談してるけどさ、その実際に見られる感覚とは違うでしょ。だってリングの上365度全部から見られてんだよ。で、怒号とかが飛んでくるらしいんだよ。実際格闘技の試合見せてもらったのは本当勉強になった。あれ見といてよかったわ。俺も叫んでるけど、選手やっぱわかんないよね。四方八方から怒号が飛んでくるだけだからね。右右右とか言われてもね、俺アスペだからね、どこの方角でどの目線から右とかなるから。俺目線？チャンピン目線？あなた目線？で、あなた誰？みたいな。イライラするだろう。右手の右か。もう全然わかんない、そういうの。本当にやめてほしい。右手を出せって意味か。実際の150人の前で雑談は多分できる。それはね、できる。ただ、戦うっていうのが意味がわかんなくて。どう考えても、なんで俺ここに立ってんだって絶対になるはずなんだよ。俺、ファイターじゃねえよな、みたいな。そう。なんかそういう不思議な感、雑談は多分ね、できるんだよ。余裕でできると思うよ。だけど、なんつうの。ファイターじゃないのに、なんで俺300人の前で素人の、格闘技を見せるんだ、みたいなさ。そういうパニック感とかさ。それわかるでしょ？何やってんだ俺みたいな。相手もなるだろうね。何やってんだ俺らみたいそういう感じだよ。セコンドはすごいよ。ロハコさんだから。セコンドはロハコさんです。セコンドはもう一流ですからね、本当に。完全に、セコンドの選択ミスしたなと思って、もう試合投げたようなもんだから、ちょっとネタに走りすぎたんだよ。完全にネタに走りすぎた、ロハコさんは。びっくりでしょ。本当だったらね、本当に誰か格闘技に精通してる人とか、それこそね、正義の味方とかにお願いすべきだったんだろうけど、ちょっとね、野心が芽生えちゃったんだよ、配信者としての。受けを取りたいっていう。
勝者に大入り袋もあるし、メダルも MVP も。本当だよね、メダルだけだったんだよ。本当は全員選手統一のギャランなのね。で、正直言うとギャラ少なくないんだよ。なかなかのギャランティーもらえるの、俺らからすると。そう。で、ギャラが入るでしょ？勝ったら賞金出るでしょ？で、もし仮に MVP もらったらさらにもらえるんだって。いくらもらえんだろう、勝者。いくらもらえんだろうな。粋なことする人いるよな。勝った人には賞金もプラスってリスナーさんが名乗り出てくれたんだってよ。大入りってわかんないけど、金額はまだ未発表なんだけど、便所さんから来たよ。勝った人には賞金出すって言ってくれるリスナーさんが現れたので、皆さん頑張ってくださいって、残り1ヶ月って。そうそう。大入り袋ですよ。いや、かっこいいよね。俺らとしてはさ、もう出れるだけでもありがたいね。そうやって気遣いしてくれるリスナーさんが世の中にいるんだって思うとさ、盛り上げなきゃってなるじゃん。ち、金のためにやるわけじゃなくて、もうダッサ、正義の味方。俺も出させるわ。でもダメなの。強すぎるんだから。ダメだ、そんな。でも、あれだよ、捨て頃出たいっていう人、本当にいっぱいいるね。第2回、もう、あれだよ、トーナメント制とかでさ、地方大会とかできるよ。捨て頃の。ね。大入りってね、いくらぐらいあるんだろうね。まあ、1万円入ってたら嬉しいよね。蓋開けてね、ね、1213円とかだったら、はってなるけどね。まあ、1万円入ってたらありがたいよね。正義の味方はリスナーさんで、もともとストリートファイトで4年間飯食ってた人。ガチの人だね。簡単に言うと。めちゃめちゃ強い。だって、手加減したジャブで首が、俺、バキバキバキっつったもん。何回も。で、ゴリナミオさんは今日会った人、リスナーさんなんだけど、柔道全国大会3位の。もう、ガタイがやばいの。耳とかも、何？畳で、潰してる耳で。で、明らかにもう体型おかしいと思って。なんか格闘技されてますよねって言ったら、あ、柔道で全国3位です。とか言って。すげえみたいな。なんかおかしいんだよ。リスナーの層。だから、リスナーの方が強いから。いやいやいや、もう勘弁してくださいよ。封筒開けてスクラッチ100枚に入ってる。当てろって。それはそれで面白いですけどね。金じゃねえんだと思って。確かに金とは聞いてなかったな。あ、便所さんすいませんでした。BGM。本当に申し訳ないっす。便所太郎さんにそろそろ BGM 決めてって1週間前ぐらいから言われてたのに、1週間便所さんのメールを放置して、ずっと。今送りました、先ほど。あと、皆さん、実はナックルズに、捨て頃紹介されてるんで、ぜひお願いします。買いました。生まれて初めて、雑誌に、僕の顔写真が載ったので。すいませんでした、遅くなって。実はナックルズ、6月号ですね。あれ？もう1個乗るんでしたっけ？もう1個か2個乗るって言ってませんでしたっけ？まだ発売されてないのかな？もう1個の雑誌も買いたいんだけど、せっかくなんで。もし、情報出たら知りたいな。ツイッターでツイートするか、面倒さんが。ねえ。便所さん、第2回やる気なのかな？なんか、俺、今回の便所さんの動き見てて、もう、超かわいそうとしか言えないんだよ、もう。なんか、いろんなところから、ああだこうだずっと言われてて、超ストレス溜まってると思うの。でも、これも、ある意味、ねえ、本番うまくいったら大成功か、間違いないわけじゃん、こんだけ売れてるわけだから。それこそ、次500人とか集客狙えるレベルだと思うの。第2回やるのかな？来年ですよね。ね、年一でやってもらいたいです、僕は。で、また出たい。勝ったら。負けたらもう二度とそんなことは言わないけど、勝ったら出たい。なんか一回だけで終わる選手とかやだ。二回も和道呼べって言われたい。
ナックルズの10年前のバックナンバー変えるのかな？いや、さすがに無理でしょう。10年前はバックナンバー出てないよ。無理無理無理、そんなの。うん、来年、年一でやるんだったら本当に、出たいっすね。勝ったら。負けたらもう出ない。そんな資格ないから。だから勝っていい試合したら呼ばれたいよ、やっぱり。あ、あとさ、今年の10月に、新しい配信サイトニコ生が出すの知ってる？なんか名前忘れちゃったんだけど、ニコキャストはまた別みたいな配信サイト出すんでしょ？あ、そうだね。当日寝坊っていう戦いがあるんだよな、俺には。さすがにリスナーが起こすでしょ。俺はそこはリスナーの問題だと思ってるから。俺は全然、俺が寝坊したら、俺の囲いが悪いわけだから、俺起こさなかった。あ、そこは大丈夫だと思うよ。さすがに試合当日はリスナーも気合入ってるはずだから。エアコンでフィルター暇なとき、超暇なときやることだよね。いや、そりゃそうでしょ。試合当日なのになんで起こさねえんだって話になるでしょ。うん、それだよ。俺はそこ、リスナーを全面的に信じてるから。リスナーは必ず俺のことを起こしてくれるっていう。ルカは楓並み睡眠に関しては、あれだからね。俺の眠りを妨げるやつは、ってやつだよ。本当に起きないからね、俺。のんちゃんも俺も起きないからね。だから家、匠さんがピンポンって来てくれるよ。あ、ディズニーランドバックレなんか何回あるかだよ、本当に。うん。俺だって当時付き合ってた、一番最初の彼女が泣きながら家に来たことがあるもんね。5時間待ち合わせの駅で待ってたんですけど、来なかったんですってボロボロ泣きながら玄関で、17歳ぐらいの時の彼女が、お前ふざけんなよって母親にめちゃめちゃ怒られたもん。うん、泣いてるぞっつって玄関で。5時間待たせるな。かわいそうなことしたよな。かわいそうだよね、本当に。けなげな子だったよ、本当に。下道だね。うん。今日から俺は下道だわ。全然和じゃない。全然和じゃない。ひどいよね、本当ね。だから睡眠に関しては俺自分のスペックっていうかもう睡眠に関してはもう俺は諦めてる。キャラクターだって思い込んでるから。旦那を蹴り起こして切れられる。ああ。ディズニーはコスパいいでしょ。金かかんないでしょ。2万ぐらいじゃないの一人頭。多分食事とか込みでお土産とかで。多分平均客単価が2万なはずなんだよ、あそこ。いや、コスパいいと思うよ。2万で遊べるには。俺は、やっぱ、母親と父親がディズニーランド で出会って、ディズニーの職員同士で出会って生まれた子供だから、ディズニーランドは推していきますよ。うん、ユニバーサルスタジオジャパンも行ってみたいんだよね。てかさ、ユニバーサルスタジオジャパン全然ユニバーサルスタジオじゃないよね。エヴァンゲリオンとかさ、なんかもうなんか独走状態じゃん。吹っ切れてるよね、ユニバって。中の人じゃなくて、ね、母親が多分食事関係の、ね、新入社員だったのね。で、そのキャストって言うんだけど、全員社員だったの、ディズニーランドって。バイトっていう概念がなかったの。今は逆にもう全部バイトなんだけど、バイトから上がっていくか、もう、ちゃんと上場企業じゃない、一流大学出て入社するっていう。
ただディズニーって当初の頃潰れる潰れるって言われてて、あんまりなんつうの、普通の人が働きたがらない、もう潰れる企業だって扱いだったらしいの。で、なんだっけ、父親は清掃かな？清掃系から入ったんだと思う。で、母親は多分ね、食事の方から入っていったんだと思う。ディズニーのナンパとかほんとハート強いね。うん、にゃー、いってらっしゃい。オリエンタルランド、業績いいらしい。最近でもユニバーサルに負けてきてるんだよね。で、ディズニーやばいんだよ、客入らなくて。バイト、今、もともとはだから社員しか雇ってなかったの。全部の構成を社員で雇ってて。だから、ラッキーな世代なんだよね。親父とかお袋とかは。だから、親父は27だったかんね。ディズニー入った時は。もう格闘家一本でやってくっつったけど、もうその選手生命みたいなものを考え始めて、正社員になったっていう感じの年齢でしょ。で、母親は芸人やってたんだけど、やっぱり夢を諦めて、まあそろそろ定職つくかっていう感じだったんじゃない？お笑い芸人の母親の血が俺を配信者にさせ、格闘家の親父の血が捨て頃に出させるっていう、ま、完全に捨て頃をやるためだけに生まれてきたハイブリッドだから俺は。だからね、性格的な部分はね、親父に似てなくて母親にそっくりなんだよね、俺は。誰のオタクですか？僕のオタクです。僕の家です。完全にスライムの部屋じゃないからね。スライムいっぱいいるから、俺の部屋。ほら、上の方にもいるでしょ。ディズニーランド、和道さんと行きたい。いや、ディズニーランドはカップルとか友達で行った方がいいよ。ゆかちゃまはいらっしゃい。自宅だよ、今。我が家です。格闘技まであといい。本当に。本当に。トマちゃんと、いえ、のんちゃんと行くよ、俺。全然のんちゃんと行く。そうだ。親父にも連絡しねえとな。最近連絡全然してねえから。弟にも会おう。旅やめたわけじゃないよ。企画で戻ってきた感じ。いや、すごいんだよ、ディズニーランドの清掃って。なんか、清掃スタッフっていうと、なんか、雑な感じだと思ってるじゃん、みんな。そう、末端職員がやる仕事だと思ってるじゃん。ディズニーランドの清掃って、超、日本の中で有数のトップレベルの掃除レベルの、清掃の独自のノウハウを持ってて、今はそれじゃなかったんだけど、毎日、水道の、なんだ、消防士のホースみたいなので、全部水まいて、で、凍結するからっていう、その全部水を吐くんだよ。で、特別な技術持ってるんだよ、ディズニーの清掃員は。そう。あと、結構アメリカとかで主流になってる特殊な清掃技術を持ってんの。そのキックとかさ、ガムがついてる時のガムの剥がし方とか全部わかってんの。どうやったらできるかっていう、どんなものも消せるって言われてんの。マジシャンって言われてんだよね。そう。清掃の特別な技術を結構持ってんの。ディズニーのスタッフは。毎日水ばらまいて凍結しないように水も全部カンパケさせる？すごいよね、よくよく考えたら。広大な敷地を全部やってたんだもんね。座らずに掃除してない風に掃除して、絶対座らないね。逆に子供が話しかけた時は絶対かがむとか。プロだよ、本当に。リッツ・カールトンとディズニーって言われてるぐらいだからね、日本は、接客レベルは。それが、ディズニーの中で有名なんだけど、
アメリカ人のディズニーワールドの方が視察に来た時に超驚いたの。なんでこんな接客レベル高いんだって言って、そう、逆にその日本のディズニーランドがディズニーワールド本家にコンサルとかしてるぐらいなんだって。で、日本人はびっくりしたんだって。マニュアル作ったのお前らだよって。アメリカ人は視察に来て、なんでこんなレベルすごいのって、接客レベル高すぎるんだけどって言って驚いたんだけど、日本人の上場、その役員たちはなんて答えたかというと、お前らが作ったマニュアルをその通りにやったらこうなったんだよっていう。だからアメリカ人のマニュアル作るのは完璧なんだよ。ただ、実行しない前提でガッチガチに組むのよ。いや、過剰に、なんつうの。過剰にマニュアル作るんだよ。アメリカ人って。だけど、日本人は、このマニュアルが素晴らしいって言って、全部自分たちのものにして、全部実行したんだよね。すごいよね。笑えるよね。だから、その、ディズニーの働いてる人のこと、キャストっていうのはなぜかって、キャストって演者のことを言うんだけど、演技指導なんだよ。結局、3ヶ月間やるの。3ヶ月間現場に出さないんだよ、バイトも。今はそうじゃないんだけど、その、昔の人はね、初期のメンバーとかは。で、その、もうガッチガチに、その、なんつうの、笑顔の作り方から全部徹底指導して、で、合格した人だけ、その、ディズニーで働けるっていう。もちろん給料も出るんだけど。だから、あそこは夢の国だから、もう夢の住人になれないとダメだっていう。ウォルト・ディズニーの理念通りにやってた。やべえな、4時間雑談、頭痛くなるな。雑談できる体ができてないね。雑談しばらくやらないと、雑談4時間が、なんか、おかしい。時を止まれ。時間なんかないから。未来も過去もないよ。今日何やろうかな。今日なんかできること。ステッカーのデザイン作るか。君は美しい。なんでそれ。俺だけどね、その昨日ね、のんちゃんと久々やっぱ会えてるわけじゃん。は、ね、2週、10日ぶりぐらいか。やっぱね、思ったよ。なんでのんちゃんなんだろうっていうことを考えたときに、俺のことを多分一番世界中の中で、今いる、世界にいる人の中で、俺のことを一番愛してくれてんの、のんちゃんだっていう実感があるの。多分、世界で一番俺のことを愛してんの、のんちゃんなんだよ。本当に。で、そののんちゃん、やっぱ気難しいじゃん。だから、のんちゃんのことを一番理解してる人になりたい、本当に。名刺サイズだね。俺のステッカーはね、このサイズ。名刺サイズで、こんな感じのものになりました。
部分痩せしたい。レイカさんいらっしゃい。お腹の肉が気になってるんですが、どうしたら落ちますかね。あのね、部分痩せとか、どうこうの前にね、あの、痩せない人の特徴って、運動してないんだよね。絶対的に運動しないんだよ。ありとあらゆる言い訳をして、運動してないの。してないんですよ。運動すれば痩せます。絶対痩せます。絶対に痩せます。どんだけ食ってもいいよ。絶対痩せるから。もう圧倒的に運動してない。そう。運動すればいい。おはよう、見える。こんな感じです。こんな感じ。サテンって言って布なんですよ。光沢のある布ですね。キャスとかでも、で、よくどうしたら痩せるかっていう話になりますが、運動の話は出ませんね、そういえば。だから、結局楽して痩せようなの。なんかなんとかダイエットみたいなこと言うんだけど、運動すれば痩せるよ。絶対に。うん。嫌でも痩せる。うん。グレートサイヤマンめちゃめちゃすごいよね。だから単純に運動すればいいだけなんだよ。うん。部分痩せとかも必要ないの。全部痩せればいいの。10枚持ってる。ありがとう。酵素飲めば痩せるとかよく聞く。いや、じゃあもう酵素飲んでも痩せない。あのね、まず何かを摂取して痩せようっていうのがおかしいんだよ。物を食べるって吸収するために食べるの。もう基本は。で、その中で食べ物を変えると代謝が良くなるとか理屈はあるんだけど、基本的に食べるっていう行為は体重が増えるの。絶対に増えるの。もう摂取した瞬間増えるの。何かを食べながら痩せようっていう発想が間違えてるんだよ。そう。動こうよ。そう。風船ありがとう。だから、食わなきゃいいんだよ。一週間水も飲まないで、飯も食わなかったら痩せるよ。飯を断つか運動をするかの二択なんだよ。それだけだよ。で、同時にやったら痩せるよ。うん。あ、そうそうそう、あのね、俺がもともとライブハウスで働いてたから、やっぱライブハウスのステッカーが布製のこういうやつはワッペンみたいな感じで、これをこういう風に貼るの、ピタって。そうすると、ここにバンド名を書いて、ここに日付を書くのよ。黒のマッキーで。そうすると、その、なんつうの、出入り自由なのね。そういうデザインですね。スタッフパスみたいな。アクセスオールエリアズ、デート、ネームって書いてあるでしょ。だから、その、イメージとしてはライブハウスのスタッフパスみたいなイメージで作った。ハートプレゼントありがとう。アイテムありがとう。そう、さらに言うなら別に痩せなくていいじゃんっていう。うん。脂肪吸引結局運動しないとダメですね。いや、だから簡単に言うは、あの、太るプロなんですよ。太ってる人は。太ってる人は太るプロなの。逆のことやればいいよ。うん。旅配信終わってないよ。終わってないよ、うん。自分もめちゃめちゃ減量したんでアドバイスもらいたがる人いるんですけど、全部運動しろってぶった切ってました。運動っすよね。うん。極端に太ろうと思ったら食べればいいわけだし。うん、いや、ババアは痩せないじゃんよ。ババアで痩せてる人いっぱいいるから。のんちゃん普通に痩せてるから。うん。ただ、のんちゃん、これからも頑張って。あ、ありがとう、リキさん。嬉しいです。ありがとうございます。もしよかったら、あ、アイテムいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。絶対にババアは痩せないんじゃないんだよ。言い訳なの。ミュール、じゃあ、痛いとこつくよ。若い頃太ってなかった。若い頃も太ってたでしょ？その時、ね、違う言い訳をしてたんだよ。絶対、もうね、ありとあらゆる言い訳をして運動してないだけだから。リキさん、バカありがとう。体質もある。でも基本的に絶対痩せる。絶対痩せる。運動してないだけ。本当に。絶対だから。うん、絶対痩せる。絶対痩せる。俺、ミュールが本気で痩せたいって言うんだったら、俺絶対痩せらさせる自信あるもん。若い頃痩せてたの？ちょっと若い頃の写メ、後で見るわ。あ、そうなんだ。それは失礼しました。うん、痩せる。歩いた方がいいよ。風船5個ありがとう、リキさん。ありがとうございます。絶対痩せる。痩せないはずがないから。
倒的に運動が足りないんだよ。風船5個ありがとう。ワトザップ。運動する連れがいないから痩せないんじゃないの。もうだからね、もう人間ってサボるプロだから、人間ってサボるプロなの本当に。どういう運動したらお腹の肉は取れますか。マラソンでも何でもいいよ、縄跳びでも何でもいいよ、何でも痩せるよ絶対。っていうかね、まずね、俺ダイエット評論家でもダイエット系でもないのに、なんで俺に聞くんだろう。俺むしろ太ってるしね。リキさんまた来てください、ありがとうございます。そう、腹筋が早い。旅サボってるわけじゃないよ、全然旅サボってるわけじゃないよ。原始的な方法だ。まあだからお腹だけ痩せるっておかしいよね。お腹だけ太ってるわけじゃないから。お腹が出ちゃってるの、そう見えるだけで。だから走ったりが一番いいと思うよ。食べないダイエットって言っちゃうじゃん。極端な話、痩せることだけを言うなら食べなきゃ痩せるよっていう話をしてるわけよ。要は運動の量と食べる、まずね、リバウンドっていう考え方が違うんだよ。右膝治らないと。いや、多分ね、俺は歩いた方がいいと思う。右膝。あのね、要はね、動かないで負のスパイラルに入ってんのよ。あの、リハビリだと思ってゆっくり歩くところからやんないと、もうそれ本当にやばいよ。ドラクエ大好き。あのさ、こんだけさ、スライムとかさ、キングスライムとかさ、こんだけ並べてて、俺ドラクエ大嫌いなんだよねって考えられなくない？俺ファイナルファンタジーが好きだわ、ドラクエ大嫌いだわっつって、おい、後ろのスライムどうなってんだよってなるぞ。明らかにドラクエ好きでしょ、これ。大好きだよ。おい、カオシャン、バカありがとう。あ、プールいいかもね。プールとかいいと思うよ。プールとか、あと走ることが一番いいと思うけど。あ、いろんな方法があるからね。だから自分に合ってる運動、でも運動することって気持ちいいことだよ。シャドーボクシングで汗なんかすげえ気持ちいいもん。俺も運動大嫌いな人だけど。ドラクエ11、ドラクエ、もうどこまでしかやってないかな。11は買わないだろうな。もう、できないよ。時間がない。ドラクエをやる。ドラクエは多分買わないし、できないよね。配信の企画でなんかドラクエ、やったらいいなと思うけど、古いタイトルじゃないとね。左膝と左手首痛めたからハードに動けない。あー。は、話し合う、語りたかったら LINE 追加いいですか？ああ、全然いいよ、LINE。ただあれだよ、プライベートで語り合ったりはしないよ。ドラクエ何々いいねとか、まあしないよ。徹底スルーだよ。LINE 追加は、何？リアトツーとか、オフ会とか、そういう時に連絡取り合ったりとかするぐらいなんで。ドラクエの何々いいよねとかはやらないよ。申し訳ないけど。男はマスカイの方が一番効率的に痩せる。消費カロリーすごい。消費カロリーすごいというか、体液が放出してるからでしょ、あれ単純に。だから精子の量のカロリー計算なんでしょ、ないね、正直。起きてる時間ほとんど配信分回してるし、もう配信バカだから。だから、やるとしても配信にドラクエかける感じだ。配信をベースに、なんかゲームやるかみたいな。基本的にはその単体でプライベートで何かをやろうっていうのはないよ。だってパチンコですらもうね、配信絡めようとかそういう感じだもん。何でもそうだよ。配信配信だよ。だからみんなはいいよね。配信好きで配信見ながらゲームとかできるんだもんね。ドラクエやりながらワドの放送をロムレンだもん。羨ましいよ。超いいじゃん。
さすがにそれしたらカス、そうかな、カスかな。もうあと10分ぐらいで終わりか。結局何するか何にも決まらないまま終わった。終わったな。だらだら過ごしたね。なんかプラーっとどっか外配信行きてえな。まあ明日バッテリー届くから、それテストでなんかやろう。ネットサーフィンしながら、あ、まあそれも面白いよね。ネットサーフィンしながら、まあ2ちゃんとか見ながら和道の放送を見るとかもありだと思うよ。音の音も。ね、耳寂しい時ってあるよね。人の声が聞こえると安心するっていうのはあるから。いいと思います。6年前はね、うつで食べれなくて、点滴生活で15キロ、マジか。うつはね、ほんと辛い時マジで飯食えないからね。ご飯が美味しいと思うのはいいことだよ。足骨折したままサッカーやるのは、もうおかしいんだって、だから。身体能力と気合がおかしいんだよ。タイガーはね、自分基準に考えたら世の中おかしくなる。タイガーが気合入りすぎなんだよ。サーフィン動画紹介。ネットサーフィンね。いや、うつ病はね、うつ病って、なんかよく2ちゃんのスレッドとかに、1億円もらったら治るんでしょって言ってる人、バカがいるの。だからうつ病を根本的に理解してないやつが、5億もらったら治るだろう、うつなんて全員って言って、あ、俺もうつだけど治るわ、とかバカが書いてんの。もうそういう問題じゃないよ。うつの、本当のうつになるとね、もう俺だって躁うつ病だもん。配信っていいよね。躁うつ病ってね、すごいんだよ、もう。で、統合失調症とか合併するとマジでやばいから。本当に。なんて言えばいいんだろう。もうね、もう今話しててうつの気持ちになりたくないもん。今うつじゃないから。もう自分がパッて、もう入るのが嫌だから。なんて言えばいいんだろう。重苦しいっていうか、気だるいっていうか、本当に動けなくなるの。うつって。ベッドの上から本当に動けなくなるの。もう、なんかね、幻聴とかも聞こえてくるのね。声とかが聞こえてきて、もう怖いの、ずっと足音とかが。運動するとうつが、なるよ、なるよ。運動、要は、運動とかのバランスとか、要はね、自律神経がおかしくなるから、運動すると、そう、うつ病きついよね。で、そのきつさは、うつ病になった人にしかわからないの。本当のうつって、本うつね。いや、うつ状態とうつ病って全然違くて、うつ状態っていうのは落ち込んでる状態だから、普通の人にもあるじゃん。うつ病は病ってつくぐらいだから、本当に病だよ。え、そううつもあんの？おー。そう。もう本当にね、あ、パニック障害持ってるんだ。うつはね、辛さわかるよね。俺らはね。だから、元気出てよかったよ。うつはね、もう本当にね、なんかね、もう気が触れたように発狂したくもなるのよ。うつの人にね、何言ってもダメ。もうそっとしておくのが一番いい。本当にそっとしておいてあげて。そう。だから、よく言うのが、うつ病の人に対して、理解のない人って、もっと頑張れっていうの。もう根本的に間違えてて、精神的に頑張りすぎてるから鬱になってるの。もうどうしていいか分かんないかぐらい追い込むタイプの人が鬱になるのね。おー、ワダツー、上戸彩激にいらっしゃい。ワダツー、ハートありがとね。もう6分で終わっちゃうけど。だから、鬱の人には頑張らなくていいんだよって言ってあげるの。頑張りすぎてるからなってるっていう。本人のキャパを心の状態が超えてるわけだから。頑張らなくていいよって、ちょっとゆっくり休もうって言ってあげるといいんだよ。見守ってあげることが大事なの。そう。まあ、精神病はね、なかなか理解されないからね。でね、話しかけないでほしいよね、本当に。軽度のうつなら休みと金で治る。あ、まあね、それはあると思う。だから、うつ状態に限っては、治るよ。
金が入って楽しいことやればいいんだもん。ただね、うつ病の人に1億円なんて私は無駄だよ。歩けないんだもん。ベッドから出れないんだもん。うん、うつ病バカに、だから理解がないんだよ。あのね、日本って精神病がまだまだ発展してなくて、やっと西洋医学が入ってきて、精神病気ってなってたから、昔は性格異常とか怠けで怠慢だっつってさ、全部片付けてきたの。要はあいつはなんか気違いだとかさ、あの、要はなんか、あれだろう、怠け者だろうみたいなことなんだよ。うん。お姉さんって人は鬱。ああ、わかんないわ。ごめんごめん。お船さんわかんない。うん。今の社会は仕事多いとか頑張ってる人、残業多い人が評価されるから根本が間違ってる。まあ、それはあるよね。あと、俺思ったのが、身体障害者と知的障害者の手帳は半額になるの、JR って。で、精神障害者手帳はならないんだよ。その理由を俺結構放送で聞きたいなとか思ってんの。JR とかの本社に電話して、なんであなたは身体障害者と知的障害者は割引にするのに、精神障害者は割引にしないんですかっていうのを、どういう回答するのか聞いてみたい。うん。そうなんだよね。なんて答えるんだろうな。なんなんだろうね。そう、精神障害だけサービスが適用されない結構民間企業って多いの。うん。パブリックな、その公共、国がやってるのとかだとそういうのはないんだけど、なんでなんだろう。普通にそのクレーム入れようとかじゃなくて、民間の会社が意識してないんだろうなと思って、なんでそういう、その、精神障害は障害じゃないみたいな風潮を作ってんのかっていうのを聞いてみたいんだよね。なんなんだろうね。はい。では皆さん、残り3分となりました。ありがとうございます。初見さんの方、たくさんフォローしていただきありがとうございました。和道です。告知をさせてください。5月の20日、土曜日、夜4時から、オフ会をやります。参加者、あと10人ぐらい参加できるので、3500円で新宿で、飲み放題でオフ会をやるので、もし参加していただける方は、僕の方に LINE ください。あの、予約制となってますので、突発で参加とかはできません。はい。あの、LINE ください。オフ会ですね。5月の20日土曜日、夕方4時から、2時間、3時間ぐらいを予定してます。3500円が予算です。新しい人がいっぱい来るので、新しいね、今回からオフ会初めてっていう人も参加しやすいオフ会となってますので、ぜひお願いします。あとですね、格闘技の大会、まあもうこれはみんな知ってると思うんですけど、6月の10日新木場ファーストリングで、捨て頃という大会に出ます。第2試合で出るので応援よろしくお願いします。でですね、まあそんなところですね。皆さんありがとうございました。じゃあお疲れ様です。ありがとうございます。お疲れっす。4時間感想ありがとうございました。おつです。初見さんフォローよろしくお願いします。Twitter、Facebook、LINE、ふわっち、YouTube、全部フォローしてください。お願いします。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。